はい、はい、あ、失礼しました。聞いてしまいました。ね、ということで、改めましてよろしくお願いします。はい、お願いいたします。6時です。はい、ということで、ちょっとね、この6時台いろいろお伝えして、まずはね、東京オリンピック・パラリンピックの1年延期がね、まあ、もう決定ということで、これはいいんでしょうね。そうですね、1年程度、夏までにという。ねえ、まあちょっとその、もちろんね、これはまあ事態のあれとして、推移としては、まあまあ、しょうがないかなっていうのはありますね。まあ、ただね、我々業界で言いますと、例えば私どもライムスターも、要はその、東京オリンピック・パラリンピック開かれるからということは、はい、なかなかいろんな会場が取りづらいというのがこの2020年。で、まあもうその夏の間はしょうがないということで、いろいろね、諦めたりとかね、人間交差点も今年はなかったんですけど、はい、となるとまた来年戻ったら、そのいろいろ仕切り直し感がね。どうなるんですかね。あと、俺はその一つ気になるのはやっぱあれですよね、東京オリンピック・パラリン2020みたいな、その商標のあれがさ、むちゃくちゃうるせえことをさ、すみませんね、厳密な、ね、運用をさ、こうあれでこう人言ってたじゃないですか。はい、あれも全部、ね、やり直すってことですかね、まあ、名称をそのまま2020で使っていくっていうふうに発表がありました。でもだからどっかの誰かが2020ね、こんだけ取られちゃっていろいろやるの大変だから、やけくそで2021とか2022とか、一通り取ってますみたいな人いるんじゃないかなと思って。そうか、そう可能性もあるのか。でも、名称は21年でやっても2020でいきますって昨日発表がありましたね。確かにね、そのオリンピックの4年区切りのね、問題ってありますからね。うんうん、なるほど、そういうことですか。うん、まあちょっと世の中的にはそこで、あとはね、まあ日本のその著名人のコロナウイルス感染判明としては、新型ウイルス、検査がね。そうですね。集めて出たっていうね。まあでもある意味、まあその、ね、ちょっと、もっともっと本当はいるのかもしれないしね。そうですね。まだ発覚してない、検査が受けられてないだけかもしれないですからね。向こうで言うと、トム・ハンクスさんとか、志村さんとか、やっぱりその、なんか著名人というかね、うん、まあそういう方って、むしろね、いろんな人とお会いになる機会が多い方だからって当然あるでしょうけどね。いろんなとこもね、行かれてたでしょうし。まあ世の中的にはそんな話がある中で、はい、私もですね、まあちょっと昨日の夜中にですね、じゃこれちょっと日比さんに言ってもらうかな。そうですね。いろんな方からね、この件についてメールいただいてるんですが、いっぱいいただいております。はい、ありがとうございます。キラキラ星さんいただきました。ありがとうございます。歌丸さん、日比さん、こんばんは。いつも楽しく聞いております。ありがとうございます。歌丸さんがご出演されたクリーピーナッツさんのオールナイトニッポンゼロ聞きました。クリーピーナッツさんです。 R 指定さんも松永さんもリスナーの皆さんも、まあ、僕にはもう先輩ですからね広い意味で言う先輩です。先輩、ええ、温かく上品に歌丸さんを迎えてくださって、上品でも本当に広い意味で本当に上品だったなーっていうタマフルリスナーとしてとても嬉しかったです。そして番組開始早々何の説明もなくいきなり桜坂最高でした、ね、歌い上げすぎず決して下手でもない絶妙な塩梅はさすがですみんなが困る塩梅ねさらにまさかの2曲目広い意味での Come on ライムスターのね Come on のリクエストいただいて、はい、生歌でお聞きできるとは広い意味でのカモンということで、まあ、松山千春さんの長い夜をね広く取ればこれはもうカモンである、はい、フェイス性かと思わせて下から差し抜く歌丸さんのトークスキルに脱帽でした。次のご出演はいつですか？楽しみにしています。それとも今度はクリーピーナッツさんにアトロクに来ていただきましょうか？リスナー一同手厚くお迎えしたいと思いますいやでもね、まあ、クリーピーナッツさんもまあお忙しいことですからねやっぱりねなかなかあれほど売れっ子になってしまうとねその方にこんなねアトロク組んだりなんてのはね、来ていただけないんじゃないかななんてね、ということで、まあ、私がね、ちょっとね、はい、オールナイト日本に出てきましたというくだりなんかもありますね。あと、ちょっともう一つ、これはちょっと嬉しいお知らせなんかもありますんで、はい、とっとと始めてみたいと思います。アフターシックスジャンクション3月25日水曜日時刻は6時4分になりました。ラジオドッキの方もラジコドッキの方もこんばんは。 TBS ラジオキーステーションにお送りするカルチャーキュレーションプログラムアフターシックスジャンクション、通称アトロック。パーソナリティは私ラップグループライムスターの歌丸です。そして本日のパートナーは、はい、水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子です。まあそんなこんなでね、はい、お帰りなさい、まあね、そうなんです、昨夜ね、深夜3時から4時半ぐらいまでか、はい、やってます日本放送のクリーピーナッツオールナイトニッポンゼロにですね、私まあ出演してまいりました。何かと言いますと、はい、2月11日火曜日パシフィコ横浜で行われたラジオエキスポ2020でね、2020で DJ 松永と歌丸がストリートファイター5の対戦をし、私が惨敗を喫しまして、それの罰ゲームで行くという、ことで、まあ、向こうの番組で、はい、クリーピーナッツさんの、ねリクエストに応えても私が歌を歌いますよというね、はい、ことをやってきたわけなんですけど、そもそもこれ番組でも言いましたけど、そもそも私はその TBS ラジオが非常に、リスクを負って、やったイベント、ラジオエキスポ
エキスポ2020こちらのですね盛り上げのためにまあね、奮闘いたしまして、この、ね、ゲームコーナーも、まあ、なんとかして盛り上げたいこの一心でのこの罰ゲーム、はい、提案だったわけで、まあ、これは言ってみればもうこれはもう言いますけど TBS ラジオの現在を背負ってTBS ラジオの現在を背負って現在を背負って日本放送に行き、そのオールナイト日本の、上品なリスナーの皆さんからめった打ちに合う、こういうねキリスト的なね受難、受難というねそんな下りだったわけです。ご苦労様でございました本当に、まあ、ということでね、まあ、確かに、クリーピーナッツさんのリクエスト確か、まあ、桜坂も入ってたかなと思いますけど福山雅治さんのね、はい、桜坂歌って、はいはいはい、まあ、大体僕、福山雅治さんみたいなもんだって皆さんご存知で、まあ、年も同じですし、音楽活動してラジオでもね、まあ、その活躍なんかして、確かに、その日本の人口全体分布で言ったら、はい、福山さんと私かなりもうこれ DNA 鑑定でほぼこれは同一人物と特定されるそのぐらいの感じなんで、言われてみればまあほぼ正確に、まあ、ほぼ一致という感じで、この番組はね一回歌ったことありますけど、皆さんご存知の通りその私の桜坂のなんていうんですかね、本当に針の穴を通す絶妙何倍爆笑できるほど下手でもなくかといって感心するほど上手くもないという、あの一番絶妙なラインを、一番あの後輩が聞いていて困るラインというね、ここをまあ狙ってやったわけなんですね。で、またさせていただいてね、はい、まあ、でも楽しく深夜ラジオねやらせていただきました、はい、ね、で最後にもう一回そのライムスターのカモンというね曲をね、はい、リクエストきたんで、まあ、カモンだよね、あなるほどということで、まあ、広い意味で取ればこっちの方がよりカモンなんじゃないかということで、あと、まあね、あの見た目はスキンヘッドサングラス、まあ、シンガーで、まあ、歌い手であり、まあ、しゃべりも立つというかね、まあ、カリスマというんでしょうか、ベテランカリスマというんでしょうか、そういうところで言いますと、まあ、ほぼこちらも同一人物といって今松山千春さん、ねということで、長い夜を歌う、ね、おいでここへなんてありますから、まあ、これはカモンだろうと、ね、これはカモンだろうと言わざるを得ない福山さんと歌丸さんと松山千春さんは、まあ、全部ほぼ一致ということが今回で歌い終わった時点で帰ってくださいって言われてまして強制的に解散されてですね、その時点で私あしまったと、はい、告知自分の告知メリットのために行ったのにも何をやってるんだという、そうなんです。それでね、チャドラッパーからのライムスターフォーエバーヤングという曲がありまして、これはしかも東京 FM 開局50周年記念ソングなんです、ね、だからその TBS ラジオの現在を背負って日本放送の深夜に行った僕が東京 FM 開局50周年記念ソングの告知をしに行く、背負うと同時にこれラジオの垣根を越えた、ね、ボーダーレス、ボーダーレス、かけはすいと言ってもね、かけはすと言うべき、ね、言わねばならぬのが現状かなというね、しかしまあ、オールナイトの松永さんがしつけたリスナーの皆様方のなんというか無礼の極み上品かつ無礼いやでも違うんです無礼じゃないんです、皆さんのおっしゃることすべてこれ事実、つまりファクトであると、昨日私もうファクト100連発ぐらいねこれはファクトであるね、はい、やっぱポストトゥルースの時代にやっぱりファクトを追求するオールナイトニッポンゼロのリスナーは本当に立派なものであるね、それを強く言っておきたいという今朝方に、すいませんね、何を言ってるんだって話です。いえいえ、ちょっと私まだちょっと今日も朝ちゃんもあったもんでちょっとまだ聞けてなくて、大丈夫です、楽しみに聞きますね。いやいや、僕の出演場面40分ぐらいありますけど、意味のあること一言も喋ってないんでご安心ください。いや聞かなかったところで人生の何もね、いや得というよりはその、まあ、聞く分ね、ちょっと歌丸さんの立派な架け橋をやっぱり架け橋ぶりを聞かなければ、架け橋ぶりをじゃあ、はい、聞いていただきたいなと40分そんな感じですかね、はい、お疲れ様でした。でですね、まあ、ちょっといろいろ暗いニュース続きますね、中でコロナウイルスね、新型コロナウイルス拡大の中で、はい、なんとアメリカのボックスオフィスランキングが発表されないという異例の事態、これはボックスオフィスランキング、ね、興行収入、成績のことを知るのが一番、ね、趣味である、箕輪田君は非常にがっかりしてたりするんですが、まあ、とにかくこれ映画会社がそのあれをもうそのデータをもうね、出さない、もう出してもしょうがないでしょうっていうね、ヒットしなかったみたいなことになっちゃうから、確かにそうじゃないと、で映画界にもちょっと暗いニュースがある中、一つ明るいニュースがございますということで、ちょっとまず先にね、この後入っていただく予定でございますが、先に入っていきましょう。ちょっとね、はい、某じゃなくていいですか、もう改めてもう言っていいですか、映画評編集長岩田和明さんです、いらっしゃいませ。あ、
どうもこんばんは、よろしくお願いします。編集長、あ、ありがとうございます。なぜこのタイミングでね先にお呼びしたかと言いますと、本日正午、1月21日発売の2020年3月号から休刊となっていた雑誌映画秘宝がなんと4月21日発売の2020年6月号から復刊することが発表されました。 ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。本当にありがとうございます。発行元はどちらになったんですか。双葉社さんでお世話になることになりました。偉い、はい、前から双葉社はやるぞやるぞと思っていたが、はい、やるときはやる会社だったな。いや本当にもう皆様のおかげで無事に今日こうして復活の告知をすることができました。本当にありがとうございます。でも本当にあの、はい、我々にとってはね、もちろんその映画表の休館というのは本当にショッキングな出来事でしたし、はいはい、あの多くの映画ファンが本当にすごく心を痛めて、はい、なんとかならないものかと思ってて、はい、でもこの番組でもね、架空の映画雑誌、はい、エア秘宝というね、編集会議というのを、ね、送らせていただきましたけど、はい、思いのほか割と早く、ね、決着、あの電通案件ではありません。はい、それはもうはっきりと言っておきます。はい、それはファクトです。はい、ファクト、はい、ファクトとして、はい、だいたい100日前後ぐらいで生き返ったんですけども、で今日のね歌丸さんの番組に、呼んでいただいて告知させていただくのも本当に偶然で、このタイミングはね、はい、本当に、本当にぴったりのタイミングで、はい、今日こうして歌丸さんにあの復活のね。ご報告をさせていただけるというのは僕としても本当に嬉しかったです。心からです、はい、これは本当にありがとうございます。でしかもねその今回 の復活を、まあ、記念してというべきか、はい、のなんかちょっとこうねあの復活映像みたいなのもね、はい、あの出てたりましたよね、はい、なんと我らが入江優監督作品しかも主演はノンさんね、はい、もう今やもうなんていうかなミズ、ね、映画秘宝と言いましょうか。そうです、ね、ミューズ的存在ですね、ノンさん、はい、そしてさらに、はい、まあ、その出演で、はい、塚本慎也監督がね、はい、出てる。だからもう入江優さんと塚本慎也さんのねこの開口という部分でもグッときますし、はい、3人初めましたったんですよ。あそう、現場で初めました、そうなんです。しかもなんかそのなんていうかな小裸にというよりはそのやっぱ一映画ファンの映画秘宝毎月出るのを楽しみにしてる気持ちみたいなものをすごくこうなんていうかなさらりと上品に描いてて、あの復活映像としてめっちゃなんかこうあ品がいいわと思ってすげえかっこよかったっす。あ本当ですか、うん、ありがとうございます。ちょっと今ね入江優監督も聞いてると思います。入江さんね非常に喜んでると思います、ね、はい、いやいやいやだからどうでした日比さんは。あ、私まだ見られてない。あ、見られてない。あ、そうですか。じゃあこの後ぜひご覧ください。ちょっと楽しみに、はい、なんかでもそのすごくそのなんていうのかな、例えばその霧島は部活辞めるっていうで、あの神木隆之介さんたちがね、はい、演じるあの映画部のあれが、はい、今月の秘宝読んだって、今月こうなかなか頑張ってるよ、はい、でもなんかそういうこう本当に映画ファンのそのなんていうの、映画ファン目線のさ、あれに寄り添ってる感じっていうのが、はい、今回の復活映像すごくそのよく出てて、あ、本当ですか、はい、なんかすごく嬉しい感じでございました。ありがとうございます。伝わったんならもう本当に本望です。はい、動画秘宝リターンズというタイトルで YouTube で公開になっていますの で、 そうです、ね、はい、これわざわざ、まあ、こういう形での映像での発表をしようと思ったらなぜなんですか。はい、そうですね、まあ、派手に散ったんで派手に復活したいなと思って、うん、動画で復活したいなとは思ってたんですが、うんうん、まあ、その後は自然な流れで、うん、入江優監督と野々さんと塚本慎也監督って、まあ、非常に映画秘宝にゆかりのある人たちにお声掛けしたら賛同してくださったんで、うん、まあ、無事完成することができたということですね。まあ、あれですね、入江優版、マッドマックスフューリーロード、そんな映像でしたっけ。行って帰ってくる、行って帰ってくる映像ですね。岩田さんそんなこと言ったら行って帰ってくる構造の話いっぱいあるから。それとあとはやっぱりずっとね休刊号の合言葉、はい、バカ野郎まだ始まっちゃいねえよ、うん、キッズリターン、はい、そうです、はい、チャリンコはそういう、そうです、完全にモチーフの原点はキッズリターンで、なるほどね、これをモチーフにしようと思った瞬間にノンさんがチャリンコで爆走してるっていう絵が思い浮かんだんですね。それを話して入江優監督と一緒に内容を揉んでいったらこういう内容になったという流れですね。なので、まあ、マッドマックスフューリーロード3つキッズリターン、ね、フィーチャリングタマフルザムービーですね。ああ、確かにね、はい、入江優監督が、ね、監督していただきました。フィーチャリングっていうかあの本屋さんちなみにどこなんですか。西荻窪の旅の本屋ノマドさんという、あ、はいはいはい、本当に小さな町の本屋さんで、で入江監督とコンセプトを話してるときに、うんうん、小さな町の本屋さんを応援したいというコンセプトが浮かび上がってきて、うんうんうん、僕ら紙媒体ですから、はい、じゃあその2大コンセプトに行こうと、映画飛行復活おめでとうと、町の本屋さんを応援するというコンセプトで生まれたのが動画ですね、はいはい、まさにだからこの番組でもね、あの町の本屋さんね、あのウィークカルチャーの逆襲なんてもやってますけど、だまさにこういろんな動き、こんなご時世だからこそっていうところもなんか心意気として本当に、ありがとうございます、本当に
なんかこうすごくシンクロするところをもう僭越ながら感じて、はい、もう本当に不安が蔓延してるね暗い世の中なので、まあ、映画秘宝、はい、未来への新たなる希望を託して復活するということですね、うん、はい、いや本当にめでたいことでございます。ありがとうございます。まあ、そんな中ね、はい、まあ、あのエア秘宝今月はねとりあえずあの予定通りやらせていただいて、はい、休館号になってしまいましたけどね、はい、エア秘宝が、はい、エア秘宝の方が、ね、方が休館になってしまいましたけど、確かに、はい、まあ、あの今日もです、ね、企画の方もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、はい、映画秘宝編集長岩田和明さんに一足早く出ていただきました。ということで、こんなご時世でもさまざまな面白を発見して紹介するアフターシックスジャンクションメニュー紹介です。この後すぐ新型コロナウイルスに立ち向かう人々を応援するプロジェクトカルチャーの逆襲、今夜は演劇グッズ専門店、はい、感激三昧下北沢店と電話をつなぎます、はい、そしてその後のカルチャートークには先ほどもご出演いただきました雑誌映画秘宝正真正銘の編集長岩田和明さんが再び登場です。はい、あのね、2020年6月号では復活が決まっている、映画秘宝ですが、うん、その間だって映画の動きいろいろありますからね、岩田さんがこの間に映画を出す、雑誌を出すのはどんな本を出すのか、うん、架空の、雑誌の、編集会議をお送りします、はい、そして7時からのミュージックゾーンライブ&ダイレクトは日本のハウスミュージックのパイオニア寺田総一さんが手掛けるプロジェクトおもだかのスタジオライブ、おもだかは液晶モニターと携帯ゲーム機と、巫女装束をまとってパフォーマンスを行う。なのでもうすでにですねこのおもだかモードにこの第6スタジオが今ね若干ねセッティングされております。そして私と寺田総一さん実に古いお知り合いというかねことでもあって本当にお会いできるの楽しみでそのお話もしたいと思います、はい、さらに7時台後半は投稿コーナーシアター151へ、そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは軍歌も社歌も校歌もモスラも応援歌も何でもありの昭和の一大ヒットメーカー作曲家古関裕二の足跡をたどると昭和がまるっと分かってしまう特集バイ辻田雅典、yes、阪神タイガースの応援歌六甲おろし、うん、映画モスラの挿入歌モスラの歌その他軍歌社歌校歌さらにはオリンピックマーチなどなど昭和を彩る名曲の数々を手掛け今月30日からちょうど始まるねその NHK の連続テレビ小説、うん、エールの主人公にもなった大作曲家古関裕二の足跡を楽曲とともに辿っていきます。案内してくれるのは新書古関裕二の昭和史国民を背負った作曲家を発売した近代史現代史研究家の辻田雅典さんです。はい、そんな感じで、はい、番組では、様々なリアクションなどもお待ちしております。アドレス歌丸アットマーク tbs.co.jp TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラムアフターシックスジャンクション、ここからはカルチャー最新レポートのコーナーです。先週金曜日から始まった新企画カルチャーの逆襲、はい、ということで今夜は感激三昧下北沢店の川本直人さんとお電話がつながっています。もしもし川本さん。もしもし歌丸さん、はい、この時こそ感激三昧です。感激三昧したいのはね山々ですけどというところで、まあ、どんな試みをされているのか、改めて川本さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まず私が店長を務める感激三昧下北沢店というお店があるんですけれども、うん、こちらのお店は演劇にまつわるグッズを多数販売しているお店となっております、はい、こちらの劇団が作った公演 DVD や台本、ね、あと T シャツやパンフレットとか演劇の雑誌などを取り扱いしておりまして、うん、全国360劇団3000、6000種類以上ものグッズを販売中となっております。揃っている。さらにちょっと我々すごく驚いたんですが、いや本当にオンライン感激サービスされてるんですね。はい、そうですね。で、こちらがうちの会社のメインの事業となるんですけれども、うん、オンライン感激サービス、感激三昧というものを、やっておりまして、こちらが全国の演劇動画が月額950円で見放題のすごいになっております。ありがとうございます。でこちらの見に行けなかった舞台やもう一度舞台とかですねを楽しんだり今まで知らなかった劇団の作品を映像で見ることができるサービスになっております。はい、いやこちらが日比さんがあまりにこの素晴らしいサービス知らなかったことにショックを受けてます。大ショックです。ありがとうございます。早くもっと早く出会えばよかった、ね、ありがとうございます。いっぱい作品もね配信されてるんですね。そうですね、現時点では、全国の劇団402劇団作品数は1392作品を配信中となっております。 しかもこれ見るたびに劇団の方にちゃんとチャリンチャリン行くようになってるんですよね。そうなんですよ。感激三昧の特徴として作品を見れば見るほど劇団の応援につながる仕組みとなっておりまして、そのまま劇団の応援につながるというものになっております。もうだからその見る側もそのやる側もウィンウィンのシステムだし、なおかつ俺びっくりしたの、無料で視聴できる作品も200作品以上あるっていうのを
すごすぎですよ。ありがとうございます。アプリだとダウンロードするのみで見れますし、はい、パソコンから見る場合は会員登録するだけで無料で見れるので、うん、簡単です。はい、だからこれを使えば、ね、こんなご時世だけど感激三昧できちゃうわけですよ。そうだ、舞台も見られるんだ。しかもそれによってちゃんと間接的に劇団の方々も応援することもできるっていう、ウィンウィンですよ。これ使わない手はないですよね。ありがとうございます。さらに感激三昧さん、なんかちょっ と、新たな試みもされてるんですね。そうですね、例えば今月だけだと下北沢の劇場でも知ってるだけで恥劇団の公演が中止とか延期になっておりまして、やっぱりコロナウイルスの影響は非常に大きいので、それにまあ対応してといいますか、今月の4月からエイド2シアター劇団応援企画っていうものを始めております。はい、どんなもんでしょう。はい、こちらなんですけれども、特にコロナウイルスの影響が大きく出たと考えられる2月の3週目から、3月の末にかけての公演を実施対象にして、実施する予定だった、公演とか、中止になった劇団の公演とかの、配信劇団の過去作品をまとめた特集ページを作っております。なるほど。これを見て、だからそのこの劇団 の、 その今後の活動をに興味を持ってもらうというか、はい、ことですかね。そうですね、先ほどもお伝えした通り、うちのサービスの特徴として、視聴された時間によって劇団さんにお金が発生するっていう仕組みを採用しておりますので、こんな感激が困難な今でも家からお芝居が見れたりとか、もうそれが直接劇団の応援につながるんだよっていうことになります。いやー、ということで、このね、ちょっとサービス、ちょっと我々と、もう本当に、ね、感激するのに、こんな素晴らしいサービスがあったの。もう、鼻から諦めてたところだったので、ね、救われました。本当に素晴らしいです、川本さん。そんな川本さん、ちょっとね、なかなか選ぶの大変かもしれませんが、はい、今こそ川本さん、ちょっとお勧めしたい、配信で見られる作品などありますか？そうですね、どれもおすすめはしたいんですけれども、一つ挙げるとすれば、劇バカという劇団のですね、作品名がベンタロウ戦記っていう作品がおすすめになっております。この作品なんですけども、今月の3月の1日に公演が終了したばかりのほやほや、はい、を、現在感激三昧のサイトで配信中になっております。これどんな作品なんですか？これはですね、劇団の特徴としてすごく、コメディというかバカバカしいというか、見て元気をもらえるような作品になっております。このご時世だからこそね、はいはい、劇団劇バカの、ベンタロウ戦記、こちらちょっととりあえずね、お勧めいただきました。はい、はい、ということで改めてその演劇グッズ専門店感激三昧下北沢店、いろいろ日比さん情報お願いします。はい、アクセス情報です。小田急線の下北沢駅東口、あるいは井の頭線の京王中央口から歩いて2分、営業時間は午前11時から夜8時まで、定休日は水曜日です。配信サービス感激三昧にもぜひアクセスしてみてください。いやー、でもとにかくね、我々ちょっとこれをなんていうか今まで見落としてたのが、本当にこれはちょっとね、ショック大きな落ち度であるという反省しておりました。川本さん、反省、大反省でございます。いえいえ、これから知っていただけますと嬉しいです。ありがとうございます。はい、感激三昧さん、本当今後とも利用させていただきますし、あとそちらの試みね、もう本当素晴らしいと思います。なんかお互いこう応援し合って、そうですね、みんながこうね、少しずつこうウィンウィンになっていくような、元気になっていくような、感じって本当に素晴らしいと思うんで、川本さん本当今後ともよろしくお願いします。頑張ってください。はい、そしてよろしくお願いします。ありがとうございます。川本さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということでカルチャーの逆襲と言いつつ、なんか普通に耳寄り情報を伺ってしまった、なんとという驚きの、やっぱ映画以上にそのお芝居って本当にね、なんか足を運んでちゃんと見る、もちろんこれが一番いいんだけど、てかそうするべきなんだけど、はい、なかなかそれができないと、見逃しちゃうともうそれっきりになりがちなところ、二度と出会えんで、まさに一期一会だと思ってましたんでね、こうやっぱ感激三昧、このサービス利用しない手はないということで、間違いない、最高です。時刻は6時30分になりました。3月25日水曜日、 TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、パーソナリティの歌丸です。水曜パートナー、 TBS アナウンサーの日比真央子です。ここからはカルチャー界の重要人物を迎えるカルチャートークのコーナー、今夜のゲストは再びご登場です。雑誌映画秘宝の編集長、岩田和明さんです。よろしくお願いします。堂々とね、この間までね、元なんて言ってましたけどね、堂々たる元なんて、まさにリザレクション復活でございます。架空の映画雑誌はね、休館に追い込んでしまいました。今日ね、だから今日架空の映画雑誌の映画秘宝の方の最後の話、そうですね、はい、岩田さん、じゃあということで、どんな雑誌を作るか、架空の、はい、映画雑誌の構成をお話伺いたいと思います。はい、よろしくお願いします。アフターシックスジャンクションカルチャートーク、
ここからはカルチャートーク。今夜のゲストは雑誌映画秘宝編集長岩田和明さんです。改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、オープニングでも触れた通り映画秘宝は4月21日発売の2020年6月候補から無事復刊が決定いたしました。双葉社ありがとうございます。さすがやるぞと思っていたがやはり双葉社はやったということで、ということでこの機会に企画は2回目なんですけど早くも最終回嬉しい最終回だから創刊号の後に最終号ってすごいダメな雑誌だよみたいな感じです。すぐ潰れちゃうみたいなね。まあ要はね、もし映画雑誌を今作るならば、どんな特集を組むのか、どんな作品を取り上げるのかなどなど各雑誌の構成を通して、でもまあ早い話がこの番組ここから先公開される作品の情報を伝えるタイミングっていうのはなかなかなくて、そうですね、はい、なのでそれをまあぜひ岩田さんにご紹介いただこうというそういう意味もになってたコーナーだったんですね。ちょっと メッセージも来てましてご紹介させてください。はい、例えばね、オムライス食べ太郎さん、はい、映画秘宝復活おめでとうございます。ありがとうございます。正直なところ復刊するにしても 1,2 年はかかるのではと思っていたので、このスピード復刊には驚きました。双葉社さんもいい仕事しますね。ところでこのコーナーは来月以降どうなるのでしょうか。映画関連の情報の予習にちょうどよかったので気になるところです。まあ映画秘宝を読めって話ですけど6月号楽しみにしていますとかですね。 C7 さんも、先月のもし今月映画雑誌を作ったら第1回ね、大割企画が面白かったので今夜も岩田編集長がゲストということで楽しみにしていたのですが復活が決まったのですね、ツイッターで情報が回ってきて今日の放送はどうなるのかなとアトロクのホームページを見たら祝復活記念となっていて素晴らしいタイミングと思いました。何やともらえるものとございます。来月の発売で楽しみに待っていますというお便りをいただいておりますが、ありがとうございます。まあね、ちょっと何かしらね映画秘宝というか、はい、まあでも映画秘宝の予告でもいいですけど、はい、それこそマブロンでね僕が自分のコーナー その予告みたいなのをやってるじゃん、はい、ああいうような形とかも何かしらこうできるんじゃないかなと、はい、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。でございます、はい、さあということで最後、はい、最終号となるエア秘宝、はい、そうですね、エア秘宝休刊号、はいね、これもうここだけ聞いた人はまだ、ね、いろいろ混乱するかもしれない、ね、うん、エア秘宝休刊号の特集の見出しをですね、見出しをまずはババッと、はい、まずはご紹介したいと思います。休刊号なんでもう景気よくいきますよ、はいはい、では参ります。まずは特集1、見れば絶対に免疫力が上がる絶対無敵永久不滅の俺たちのスーパースター生誕80周年記念ブルース・リー 4K リマスター復活祭を見ろ。おそして特集2、架空の映画雑誌激推し究極の配信&ブルーレイ映画ガイド地獄の自宅映画祭2020テーマ別旧作映画&配信100本ノック。おそして特集3、どっこい映画館は生きている今こそこの名画座に通え。そして最後の特集4、この大長編映画を見ろ3連発第1弾2時間59分のハンセン叙事詩82歳大林信彦監督海辺の映画館キネマの玉手箱奇想天外トーク。そして第2弾4時間8分の世界革命宣言なんと74歳原和夫監督の令和一騎狂熱トーク。そして第3弾なんと8時間26分とんでもない衝撃の大長編ドキュメンタリー中国現代史の闇ワンビン資料魂の世界以上の4特集。いやー岩田さんさすがやはりね最終号ともなると本ちゃんの復刊する前に倒れちゃうんじゃないかって本ちゃんの映画飛行を復活させる前にちょっとね体力不足になっちゃうエネルギーをいやーありがとうございます、はい、ということで、今ねご紹介いただいた4つの特集を含んだこのね、はい、架空の映画雑誌映画秘宝の、はい、エア秘宝のエア秘宝の、エア秘宝の大割つまりその、はい、各ページに目次ですね、はい、目次、はい、何があるのかの大割もちゃんと作ってきていただきました、はい、ありがとうございます。もういつもの、映画秘宝を作るのと同じ体裁で作りました。ありがとうございます、ね、広告ページとかもちゃんと入ってますね。なるほど、連載ページともちゃんとチョコタンとかも書いてある。そうそうそう、本当にリアルにこうやって作ってますね毎月、はい、でですね、はい、はい、じゃあその一個一個特集に関して伺っていきたいんですが、はい、ですまずは特集1、うん、やはり映画秘宝といえばブルース・リー、はい、うん、やっぱり旧刊号の表紙はブルース・リーしかないでしょエア秘宝ですからね、はい、はい、うん、映画秘宝の旧刊号にも実はブルース・リーが乗っかって入り込んでいる、はい、実はね、そうなんです、2019年度のベストのはずなのになんでブルース・リーがいるんだっていうでもやっぱりね秘宝の魂ですから、そうですね、ワンスアポンアタイムにハリウッド、ああ出てる出てる
ちゃってね、はいはい、でそのワンスアポンアタイムハリウッドがベストワン映画でしたからね、うんうん、確かに確かに確かに、はい、そうなんですよ、うん、なので旧刊号の表紙といえば、うん、もうこれを置いて他にはないだろうということで、うん、ブルース・リーをそうしてましたらね、ちょうどたまたま5月8日からですね、はい、なんとブルース・リー作品4作品が 4K リマスター復活祭ということで連続上映されると、素晴らしい、ドラゴン危機一発、ドラゴン怒りの鉄拳、うん、ドラゴンへの道死亡遊戯と、うん、なんか僕中学生みたいですねバカみたいですね、それが映画秘宝ですすみません中学生みたいですね、それが映画秘宝です、入江優香というのも映画秘宝だけがね、うん、映画少年を育てられるんだ、うん、その言葉に共感して、そう秘宝リターンズを一緒に作ろうって思ったんで、うん、はい、でもマジな話、はい、あの、はい、ブルース・リーを映画史的にどうやって評価するかっていうところで、それまでの既存 あの映画史的なその権威のあり方みたいのに、まあ、異を唱えるというかカウンター的に出てきたのが、ある意味象徴的に言うと映画秘宝的な映画史観というか ね、 そ、 うですね、でそれって実際すごい正しいし本質論でもあるから、はい、やっぱ俺は筋だと思います、はい、ブルース・リーというのはもう映画娯楽だと思ってますんで僕らは、うん、でもその小田丸さんが今おっしゃったことのも象徴的な存在がブルース・リーですね、うん、はい、しかもねリアルタイムであの模様ドラゴンねベストに入れてたいろんな人の中にちゃんと蓮見シェフさんもいるところがすごいっていう、すごいやっぱりあの人はすごいっていう、ね、隙がないそういうところもね、隙がない、もう学ぶべきところ多いっていう、本当に、はい、まあ、ブルース・リー 4K でリマスター、はい、上映されるということで、まずはこれ、まあ、これはじゃあ特集するとしてはどなたがやっぱり、やっぱりこれはですね、映画秘宝の、100匹ドラゴン大行進の時に、うん、あの関東で、世界ブルース・リー宣言をお書きになった江戸木潤さんですね、うん、令和ブルース・リー宣言を書いていただきたいなと思ってますね、うん、はいはい、今世界にはブルース・リーが足りない、うん、ブルース・リーこそ見る特効薬だと、うん、絶対に免疫力が上がるってもう怒られそうなこと言ってましたね、うん、はい、もうこれに尽きるかなと、はいはい、あとは日比さんはご覧になったことありますか、ブルース・リー作品は。ブルース・リーはちゃんと見たことないですね、そこです、そういう方のための、うん、はいはい、初心者マークの方のためのブルース・リー究極入門ガイド、これいいですね、助かる、はい、確かに確かに、うん、今だからこそやるべきかもしれない、ね、はい、そうですね、うん、だそういうマニア向けの江戸木潤さんの文章と、やっぱ初心者マーク向けの記事、これを両輪で両立させるというのが、うん、もう僕はずっと映画表でやってきたことなんです、ね、はい、部分もちゃんとやってるですね、はいはい、その日本柱でブルース・リー特集に行きたいなと思っております、はいはいはい、そして特集に、はい、そうなんですよ、今ですね映画業界がもう緊急事態宣言で、はい、うん、先ほどね、アメリカのボックスオフィスが発表なくなったなんてことありますけど、はいはい、そんなことが現実世界で起こるのかと、そうですよ、ね、夢なんじゃないかと思いましたよね、うんうんうん、映画の中の世界かと思ったら、うん、本当にボックスオフィスが発表されない、はい、恐ろしいこと、驚きのことですね、これ、なぜかというとですね、もうどれもこれも対策映画全部公開延期になってるからですね、公開延期になっちゃってるし、それでそのあのなんとかヒットしなかった、要するに撮っても意味がないってことになっちゃってる、撮影自体も延期になっちゃってたりとか、本来ならば今月号のここで今日話すべき、メインディッシュがこれだったんですね、うん、007、はい、007ノータイムトゥーダイがちょうど公開なので、もうこれもこの007の魅力について僕はこうやってバーッとしゃべるんじゃなくて、歌丸さんにたっぷり喋っていただきたいと思ってたんですよ、うん、はい、そしたらなんとブルーこの、007が秋に公開延期、はい、ね、そして5月1日公開のブラックウィドウ、あのね女性アクションものが続くって言ってましたけど、はい、そうそう、先月、うん、申し上げた、うん、先ほど全部公開延期になっちゃいました、いやーブラックウィドウハーレークイーンはね軽々やってますけどね、はい、そしてなんとワンダーウーマンも公開延期今日発表されましたね、うん、あとワイルドスピードに至っては1年後1年そうですよ、そんなに伸びます、夏公開だったんですよね、今年のオリンピックと同じになっちゃった、ね、そうですね、なんとピーターラビットも、うん、2公開延期だし、はい、ダウニー Jr. のドクタードリトルも公開延期です、ね、あ、そうですか、はい、クワイエットプレイス2も公開延期ですね、ソニック・ザ・ムービーも公開延期、そうそうそう、そしてなんと日比さん、ストーリーオブマイライフ赤草物語もそうなんです、公開延期になってしまいました、そうなんです、そうなんです、いやもう本当に公開したら5回見に行くぞと思って5回見に行くぞと思ったのに前売り券も買ってあったところだったんです、まあでも楽しみが伸びたというね、プラスにプラスに、はい、今若草物語の原作を改めてゆっくり読む時間にしてます、それはいい、予習にやってる、素晴らしいです、素晴らしい、そして映画秘宝が復刊しましたんで、うん、ぜひ公開のタイミングの時にぜひ日比さん、映画秘宝デビュー、ぜひストーリーオブマイライフの魅力について語っていただければ超いい、はい、あれあれあれ、ね、恐縮です、はい、でももうポジティブにね捉えると、いやいやいや、そういう旨味もある、なるほど、公開延期をポジティブに考えていく、ちょっとだから新作がなかなかね、はい、映画館かからなくなっちゃってる中でのこの特集にということですか、はい、そうですね、はい、でまあ映画秘宝にはずっとこういう伝統がありましてですね、
地獄の自宅映画祭、うん、深夜0時の自宅映画祭、自宅映画祭、の歴史というのがありまして、はい、これはまあ当時配信がなかったので、この2013年、まあソフトとかね、2012年なんですけど、ブルーレイとか、あと DVD とかの、まあ、旧作映画をまあ紹介すると、テーマ別に、アクション、ホラー、SF、生命費とか、ジャンル別に紹介するというのが、まあ特集のコンセプトなんですけど、それを今回も踏襲しまして、まあ今の時代ですから、もう配信ですよね。とにかく何しろ、配信で、もう今、映画館で新作映画が公開されていない、だから、うん、今いつ見るか、うん、今でしょう、今しかないということですね。はい、そうね、今、うん、あの配信で見逃していた、あとはいつか見なきゃいけないなと思っていたシリーズものを今こそここで一気見しよう、うん、そういう特集ですね、はい、歌丸さんなんかありますか、もうこれはもう取っといてある、でもいつ見るかわからない、見れないっていうシリーズ。そうだなぁ、はい。もう、一気に人間の証明でも見ますかね。人間の証明、はい、うん、人間証明じゃない、人間証明じゃない、あの、あれ、あれ、あれ、あの、違う、人間証明じゃない、あの、あれ、長い、長いやつ、もっと長いやつ、ほらほら、人間の、人間の条件。人間の条件。人間の条件。あ、そうそうそう、人間の条件でも見ようかな、見直そうかな、ぐらいのね。あと、東京裁判とかね、そういうの見直して。東京裁判、大長編ものですね、それこそ。はい、そんな感じですかね。でも、あの、それこそ、こういうタイミングだから、見逃してた名作とか古典とかさ、そういうのをさ、どうせね、そうですね、うん、見直しとくとかいいタイミングかもしれないですよね、はい、そうですね、うん、僕とかは本当にあの、Netflix で配信しているマインドハンター、マインドハンターシーズン1と2両方とも全く見れていないので、ピンちゃんの、はい、うん、このね、あの映画新作がないタイミングで、うん、ぜひ一気見したいな、間違いない、いいですね、それこそね、あのゲームオブスローンズ、全10シーズンとか、そうですよ、ゲームオブスローンズ僕はあのこの間の入院タイミングで見れて、イエーイってなりましたから、あ、そうですか、履修しとくべき、あ、そうです、あと皆さんこのタイミングで皆さんコブラカイちゃんと履修しといてください、コブラカイシーズン2もなんで、コブラカイよろしくお願いします、コブラカイ、はい、ベストキット出して履修しといてください、うん、はい、そして、うん、特集3、はい、そうですね、はい、特集3、うん、映画館、映画館ですね、はい、そうです、あのどっこい映画館は生きております、そのだから配信とかもいいけども、そうですね、はい、昨日ね、若尾彩子さん特集をやっておりましたけれども、うん、まあこれを機にそれこそ、まあ、まさに見逃した映画、うん、これをですねぜひ、名画座でぜひ見ていただきたいなというふうに、うん、思います、そのメガさんもあの、はい、少しずつあの、なんていうの再開とかもしつつ ってことなんですね、いろんな工夫されつつ、ね、なんかさっきお写真持ってきてシアター、あ、神保町シアター、そうなんですよ、神保町シアターも昨日一昨日ぐらいに再開しまして、ずっと休館してたんですけども、うん、あの一席ずつ席を離す、うん、一番旧シネマズとかもね、はい、そういう風になってましたけどね、そうですか、一つの工夫だと思いますね、そうですね、まあそういった形で、まあ、あのコロナ対策は、まあね、映画館側も、まあ、お客さん側も万全を期した上で、うん、ぜひ映画館に見に行っていただきたいなと、ね、はい、でですね、僕としては一番おすすめはですね、うん、今新聞芸座で、うん、あの4月のまず4日にですね、うん、オールナイトがあるんですけれども、サスペリアインフェルノ、サスペリアテルザ最後の魔女、なるほど、この3本立て、うんうん、オールナイト魔女三部作、魔女三部作3本立てでオールナイトですね、これうちの田辺とあと、ライターの山崎啓二さんのトークショーもついていて、なんとこの時にしかもらえないサスペリア新聞というものも配布されるということなんで、ぜひ見ていただきたい、キバキのクラクラになって、キバキの、そうですね、あともう一つ新聞ゲザ熱いんですよ、三池隆史オールナイト、その翌週4月11日の夜にあるんです、初公表の、はい、あの特にその三池さんのあれですかね、はい、そのぶっ飛んでた時代というか、ぶっ飛んでた、まさにそうです、うんうん、90年代後半のぶっ飛んでた三池隆史、一番うまみのある頃の三池隆史が一挙に見られると、デッドオアライブ犯罪、それもねぶっ飛んでた時代の三池さんというのをやっぱり積極的に紹介してても秘宝イズムってとこありますからね、そうですね、まさにまさに、デッドオアライブ犯罪者と、あと極道戦国史不動、あと、新宿黒社会チャイナマフィア戦争、うん、はい、そして日本黒社会レイラインズ、うんうん、この4本立てを、はいはい、一挙にオールナイトで見よう、三池さんもとにかくやたらと多いから、まあ、こういうタイミングでオールナイト見るのもいいし、はい、なんか旧作をねこのタイミングで見直すのもいいんじゃないですかね、はい、そうですね、はい、そしてちょっとお急ぎで特集4、はい、はい、特集4、そうですね、新作映画ですかね、うん、はい、これはもうあの長尺映画が3本来るということで、はい、ガッツがありすぎる、まずは海辺の映画館、大林さんのね、こん身の一作です。はい、これはもう歌丸さん、はい、もらいました、拝見しました。はい、もうさらにすごいっす。すごい。もうここんとこすごいのは分かってたけど、もうさらにすごいです。うん、もうとにかくもうとにかくめちゃくちゃすごいっす。これ褒めてます。めちゃくちゃです。アッパーな魅力に満ちた。はい。
もうそしてこの令和一揆はこれはなんと4時間8分原和夫さんすごいですね、はい、まあ、あの令和新選組のこの、うん、まあ、約1年弱を、はい、に密着したドキュメンタリーなんですけど、まあ74歳のねお年を全く感じさせない、うん、パワーに満ちた、はい、エネルギッシュなドキュメンタリーになってますよ。なるほど。本当にねリドリー・スコット監督とか大林監督とか、うん、イーストウッドとか本当に高齢の監督たちが本当に元気ですね、うん、映画監督は割とねそういう人多いですよね、はい、そうですね、そしてやっぱり長いといえば8時間26分、これはもう横綱ですね、ワンビン資料本ワンビン、いつも長いけど、いつも長いけど、ついに8時間26分、ただ長いけど、はい、俺やっぱいつもワンビン見出すと、はい、やっぱ全然スリリングで長さ忘れちゃうし、本当に毎回見てよかったっていう、そうですよ、ね、傑作群で、もうね、これはもう1日かけて1日仕事、ね、旅行に行かない代わりに、でもね、やっぱね、すごい、いろいろね、なんか多分画面の切り取り方とか編集がうまいのかね、やっぱね、ちゃんと長尺を見せきるんですよ、ワンビンは。で見終わった後にドスンとしっかり残るから、僕大好きなんで、あの資料庫も気合い入れてみたいと思ってます。はい、ということであっという間にお時間来てしまいまして、はい、残念ながら惜しまれながらこの、架空の映画雑誌エアヒホーは本日で休刊となります。残念です。ところがなんと、2020年6月号で映画秘宝が復活いたします。4月21日2場所から発売ということで、まだまだね、ついにお楽しみはこれからだということで、はい、ですかね。そうですね、はい、ということで、まあ、また改めてその復刊のタイミングで、はい、まあ、今後ちょっとこの番組どういう感じでやるかとか、はい、あと日比さんね、ちょっとね、はい、出筆とかも、いやいやいや、勉強しておきます。ぜひよろしくお願いいたします。ちょっと駆け足ではございましたが、ありがとうございます。ということで、そしておめでとうございます。映画批評編集長の岩田和明さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。お楽しみはこれからだ。明日のこの時間は乃木坂46メンバーの鈴木彩音さんが登場です。乃木坂461の飛行機好きという鈴木さんにおすすめの飛行機、またそのめで方を紹介していただきます。ちょっと短い時間なんだけど紹介させてください。ラジオネームケロアヤメさんって呼ぶのかな、私はロックダウン状態になったイギリスに現在住んでおりますと。でイギリスではロックダウンになる前の3月14日あたりからパニックバイングと呼ばれる大量購入が始まり、映画館閉鎖され、イギリスといえばの象徴とも言うべきパブも全て閉まることになり、と外出が原則禁止になりました。現在も続くパニックバイングの影響で人が多く住む地域ではトイレットペーパーはおろかパスタも食パンも洗剤も買えていないという状況です。日本も辛い状況だとは思いますが、家族もいない中でこのような状況になってしまい、大変心細い日々を一人過ごしておりますということで、あと録音を拝聴し皆様の軽快な投稿を聞くことでなんとか元気を保っていますということなんですよ。なんかだからやっぱりねえ、そこまでやっぱりそのヨーロッパ、イギリスもここまでなってるってことで、今ヨーロッパが特にってとこですからね、ちょっと大変だとは思いますが、なんとか、もちろん、ね、ご健康もそうですし、元気をちょっと我々のちょっとでも力になればと、はい、第6スタジオから送ります。3月25日水曜日、時刻は7時になりました。 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション、略してアドロク、パーソナリティのライムスター歌丸です。そしてはい、水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子です。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。ここから毎日さまざまなスタイルで生で音楽をお届けするミュージックゾーンライブ&ダイレクト、まあライブイベントがね、まあいろいろ中止になったりとか、はい、延期になったりとかという中で、はい、楽しみしたものがね聞けなくなっちゃったりとか、突然こうね、ちょっとぽっかり穴がグッという日々が続きますね。あったりとか、先ほどのね、あのイギリスからのメッセージもありましたけど、はい、あのやっぱり状況によってはお家から出れない状況とかね、なかなかちょっとね、あの気分が塞いでしまう、状況が続く中ですね、この番組、はい、やっぱりね、2年前からずっとね、あの無観客ライブと言いましょうか、はい、はい、あのこのスタジオから生で音楽をお届けして、まあ、ライブの醍醐味というのを、しかも最良の音量でね、はい、お届けするということをあの試みてきた番組ですので、ぜひこの機会にね、皆さんご自宅もしくはまあ車の中どこでもいいですけども、はい、なんかまあこうライブを通じて、はい、まあ、みんな同じライブハウスにいて楽しんでるぞというこんな空気でね、うん、元気をちょっと出していただければなと。日本もイギリスも海外もね、つながってますから、力になれればと、少しでも力になれればと思っております、はい、ということで今夜のゲストは番組初登場です。日本のハウスミュージックのパイオニア、寺田総一さんが手掛けるプロジェクト、おもだかです。いらっしゃいませ。はい、こんにちは。あ、すでにもう田丸さん、日比さん、そして皆さんこんばんは、おもだかです。ちょっとおもだかのモードに寺田さんが入られているということで、まあ、もう仮面もかぶられて、はい、ちょっとね、装束を、みこさんの装束を着られてということで、はい、はい、ということで、あの寺田さんはね、あの向こうにいるのだということをね、はい、思いながら、まずはおもどかこと寺田総一さんのご紹介、僕からさせてください、はい、寺田総一さん、日本のハウスミュージックの黎明期を代表するサウンドクリエイターでいらっしゃいます。
1989年から作曲家リミキサーとして活動を開始し、実習レーベルファーイーストレコーディングを、設立、島田奈美さんのサンシャワーというこの曲のリミックスが、ニューヨークのラリーレバーも伝説的 DJ です。ラリーレバーにヘビープレイされ世界的に注目を集める、これも本当にすごいことでした。日本ではまだそのクラブ文化黎明期というか、まだそういう段階でその世界的な DJ にも評価される作品を作られていたというね、寺田さんです。そして1997年頃からテレビドラマサイコメトラーエイジやテレビゲームサルゲッチュシリーズの音楽を手掛けるなど、さまざまなメディアでも活躍されてきました。2009年からは液晶モニターと携帯ゲーム機と巫女装束でパフォーマンスを行う澤田としての活動を開始、日本のみならずアメリカとヨーロッパで公演を行うなど世界規模で活動中です。最新リリースは昨年11月6日にリリースされたアルバム、郡上節です、ございます。はい、はい、澤田さんというか寺田さんと言いましょうか。はい、はい、ちょっととりあえず、お久しぶりでございます。お久しぶりです、歌丸さん。はい、その声に戻りました。あ、ちょっと寺田さん、はい、はい、ね、寺田さんと僕は本当に日本、1980年代後半に、そうですよね、本当に日本のクラブ文化本当に黎明期と言っていいと思うんですけど、さまざまな、ね、コンテストが、そう、インクスティック、芝浦とか六本木 で、はい、 そうですね、そういう DJ ゴングショーがあって、はい、その時に歌丸さんとご一緒したかもしれないんですけど、もう昔すぎてちょっと記憶が危うくなってきました。あ、いえいえ、そうなんですよね。当時はだからその、ハウスとか、ヒップホップとかレゲエとか、はい、もう全部そのクラブミュージックと一緒くたに、ね、コンテストが開かれて、多分人材を求めてた時代でもあって、はい、そうですね、ということですね。で、寺田さんはまあそこにも出場されてたし、僕も、まだライムスター組む前ですね、そうでしたか、はい、まだ嘘エゴでラップしてる時代の、しょうもない調子こいた大学生だった頃の多分僕だったと思うんですが、そうでしたか、はい、でもそこでやっぱりその出てくる、ジャンル超えてね、皆さんこういろいろ交流というかお話しする中で、やっぱ寺田さんやっぱり、その時からすごくすごい人だなと僕は、はい、いや自分はなんかすごくなんだろう、フォーマットになんかこう MC と DJ とかいうスタイルじゃなかったので、はい、なかなか変なやつだと思われてたんですけど、いやいや、とんでもないです、とんでもないです、でも寺田さん当時からもう人柄も最高でしたし、あと君が代のね、ハウスとかバーンと出されて、うわ、そうなんですよ、当時はね、そういうこともやってました、すみません、はい、あんまりあれかな、でも、いや、いいですよ、でもね、すごい、その時にやっぱ寺田さんはやっぱすごい面白いことやるなと思って、ずっとかけながら、ありがとうございます、ましたし、はい、こういう感じでこう再会できるの、すごく本当にキャリアの最初の最初の三十何年前の、そうですよ、ね、ことですから、はい、ということで改めてお会いできて光栄でございます。いや本当に光栄です。ご活躍はもちろん陰ながら拝見しておりました。俺ももう玉木さんのご活躍をもう陰ながら本当にお互いにね、もうしじみとかを飲む年になって、しじみで元気になる年になってしまいました。はい、本当にそうなってしまいました。はい、そしてそんな寺田壮一さん、が、まあ、そのやられてるユニットとしての、改めましてじゃあ澤田としての、はい、オモダカです。オモダカさん、改めてオモダカはどういうプロジェクトということでしょうか。はい、オモダカはですね、音楽と映像のプロジェクトなんですね。はい、で、音楽の部分でいうと日本の民謡と、チップチューンと呼ばれるゲームを使った、うん、ゲーム機を使った音楽とダンスビート、はい、その3つが組み合わさった音楽なんですね。はい、それを映像と一緒に、パフォーミングするっていう、そういう変わった、うん、出し物になります、ね。もちろんね、その寺田さんもその前からそういうちょっとドメスティックな、そういうなんか文化像とか音楽像とかと、その最先端の音楽とか他のそのジャンルをミックスみたいな、初期からやらせてましたけど、ある意味それの集大成型というか、そうですね、ですね、自分の好きなものをこう組み合わせて、うん、組み合わせた合体のものを作ってみました。はい、うん、しかもその音源を配置をすると、はい、その一個一個全く別の文脈ものが合わさって、すごく、まあ、言っちゃえば異形の音楽にも聞こえるけど、でも同時にその一個一個にそのそれぞれにやっぱ親しんだ要素、ダンスミュージックの面でも親しんだ面があるし、民謡的なそのメロディーとかにも聞き親しんだものがあって、はい、なんかトータルではものすごい心地よい懐かしい何かになってたりとか、異形でありながらなんかこう、なんかこうどっか自分がいた何か思い出させるような、なんかすごい不思議な感じがする。歌丸さんに言っていただけると本当に嬉しいです。いやいや、本当に異業のままで全然自分は構わないんですけど、うん、いやいや、でもね、なんかその異業と心地よさと懐かしさと新しさとのみたいなのが、はい、やっぱもう寺田さんだっていう感じがします。はい、ということで本日まさにその澤田さんの、じゃあその映像とかももろもろ込みの、はい、そうですね、衣装とか、はい、今日はちょっとラジオだと分からないんですけど、モニターも持ってきました。テレビモニター2つ左右にあって、はい、そこにいろいろ映し出されたりとかするわけですね。もともと歌う人自体がもう液晶モニター上に現れるので、うんうん、はい、
それはなかなか口では説明しづらいものなんですけど、ちょっと我々もでもそのね、このライブとしてはパフォーマンスとしては初体験ですから、はい、ちょっと後ほど何が起こったのかもうちょっといろいろラジオ的に説明、はい、まあでも聞けば見えてくるはずですから、はい、ぜひちょっと皆さん楽しみにしていただきたいと思います、はい、それでは、お知らせの後、モドカのスタジオライブスタートです。よろしくお願いします。はい、お願いします。アフターシックスジャンクションライブ&ダイレクト。ここからは日本のハウスミュージックのパイオニア寺田総一さんが手掛けるプロジェクト、おもだかのスタジオライブ。もうね、モニター2つがスタンバイされて、そしてサウンドもこの第6スタジオ内に鳴り響くように、はい、ライブモードになっております。ということで TBS ラジオ第6スタジオ、しばしおもだかにお預けいたします。やったー、お疲れ様でした。おもだかスタジオライブをお送りしていただきました。また来世でお会いしましょう、もしくはオンライン上の物販スペースでもお会いしましょう。See you next life。 おもだかがお送りしました。いやー、ということで、ラジオ聞いてる皆さん、まあ、反響がまずラジオ、リスナーの皆さんの反響もすごいですし、この第6スタジオで我々がビジュアル込みで体験してることは、さらにちょっとこれね、リスナーの皆さんには申し訳ないけど、ね、ビジュアルの情報量もめちゃめちゃ多かったですよね。すごいのよ。とんでもないのよ。ね、わ、お疲れ様でした。ありがとうございます。まずね、はい、横のモニターにいろんな映像が映し出される中で、はい、ボーカルの、あれは金田明子さんですか？はい、そうです。はい、金田明子さんがね、はい、出てきて、はい、で、まあ、要するにテレビモニターの中から金田さんが歌うし、はい、なおかつ例えば、ね、ゲームボーイ、あれだ、DS ライト、はい、DS ライトの鍵盤を使って弾いたり、ちっちゃい鍵盤で。ちっちゃい鍵盤のこう、ペンでこうタッチして。こうやってタッチで弾いたり、かと思えば映像の方でものすごい凝った人形アニメってかね、ね、あったりとか、すごい情報要素が、すごいです、はい。映像とやるプロパフォーマンスなんで、そういう要素、あと曲自体にもやっぱりその民謡と、そのチップチューンと、あとそういうちょっとエイティーズとか、もろもろのクラシックチューンというか、はい、それのマッシュアップ要素もあったりして、あ、そうなんです。だからものすごい情報量で。民謡を結構違う曲の上に乗っけても、意外と合うんですよ。うんうんね、チャッキリ節とアニタベーカーの出会いとかなかなか思いつかないですよ。チャッキリ節がね、スイートラブに合うんですよ。あね、そういうのとかもだし、で、音色はでもチップチューンっていう、なんか、これすごい。で、なおかつこのパフォーマンス。一体俺は何を見てるんだっていう。シンセサイザーすごいですね。指先で操るシンセサイザー。あれ、はい。カオシレーター。カオシレーター。カオシレーター。でもカオシレーター奏者としてもすごい素晴らしい美しい音色だし。カオシレーター触ってみますか。いいんですか。弾けるんですけどね。メールを選んで。ちょっと日比さんじゃあ弾かせてもらいます。これ。すごい。あ、じゃあこれ出てるかな。おー、はい、これどうやって、あー、指でこうやって描けば。ね、それで弾くやつもね、顔知れた。でも、それですごく見事にね、演奏もされてるし、ね、かと思えばそのモニターの後ろに立って、この金沢さんにね、なり変わって、歌うくだりもあったりとか、もう。腕がこう出てきたりとか。これ、すごかった、本当に。ありがとうございます。でね、反響が、ものすごい、ちょっと全部読み切れないぐらい、すごいです。ラジオネーム、坂桜家の飼育員さん。まさかアトロクで表が聞けるなんて最高です。初めてモンキータウンを聞いた時の最先端と郷愁に駆られる気持ちが同時に押し寄せてきた時の気持ちを十数年ぶりに思い出しましたとかですね。あとですね、この方じゃあシアンフロッコさんは、ライブ最高でした。大好物の8ビットサウンドに踊れる低音とビート、そして何より演歌民謡の本道を歩みながらもパワフルで美しくチャーミングなボーカリスト、イエローサブマリン音頭でもおなじみ金沢愛子さんの歌声の融合を楽しませていただきました。ぜひおもだかさんにはチップチューン話、民謡話、協定話、ライブとあとこの番組出てほしいですというご要望もいただき、協定話もある。協定のことを歌った歌。ああ、そこそこ。あとウルトラリラックスさんもゲームボーイの起動音で始まるスタジオライブアトロク2年間で間違いなく初めてね、ゲームボーイ世代の自分、私としては懐かしさと純粋にゲームを楽しんでいたあの頃の空気ワクワク感も再生されて心が踊っておりますと、民謡とチップチューン、一見ミスマッチな気がした音楽も寺田さんの手にかかれば見事に混ざり合って心地よい音楽に昇華されるんですね。どんな機材でどんな様子で演奏されているのが気になりますというね、出演メンバーも数々ね、 PSP からゲームボーイからメンバー紹介たちが、いやー、とにかくちょっと全部読み切れないから、ちょっと後でお渡ししますね。すごい反響です。はい、す音だけでこれなんだからもう。はい。ちょっとぜひね。はい。
世界にもう本当になんか埋没していきました、聞けば聞こうの、うん、となんかこうなんていうのかな、寺田さんのなんていうんですか、この番組横に立ってるね、はい、あの DJ オフィスラン、はい、オフィスラブさんともやっぱバイブス合うのも分かるっていう、まあ、茶番風味と言いましょうか絶妙の、もうねすごいですね、やっぱ寺田さんはすごいわ、山原さんにそう言ってもらえると本当に、いや改めてで気づけられます、感服しました、本当にすごいです。ということで、澤高さん最新アルバム、郡上節は、現在発売中です。さらに、イベントがいろいろ終わりだということで、そうなんです、はい、あの無事にできるかどうかはちょっと分かんないんですけど、ちょっと手短に、はい、4月19日が高円寺、4月27日が名古屋、5月5日が、大塚、5月24日が新宿で、それぞれ予定しています。これもろもろ、澤高さんの例えば、情報なんか公式ホームページとかですか？そうですね、SNS とか、Facebook とか Twitter で、はい、出しています。でも本当に小さいイベントで、はい、でも今の状況だとその小さいイベントすらできるかどうかがちょっと、ね、怪しくなってきたので、まあ、情報を確かめつつという感じでしょうか、はいはい、にもその生き残ることを最優先して、いやね、ですけどこれでもぜひ皆さん一度このねトータルでの映像もろもろパフォーマンス込みでのこの澤高さんライブ、ぜひこれ体感していただきたいな、はい、いやすごかったです、もう今日もうこの第6スタジオもうすごい役得と思いながら、はい、よかった、めちゃめちゃ踊っちゃいました、光栄です、ありがとうございました、はい、この番組いつでもお待ちしてますんで、またよろしくお願いします、はい、はい、またよろしくお願いします。本日のライブ&ダイレクト、ゲストは澤高こと寺田壮一さんでした、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。今夜のスタジオライブもう一度聞き直したいという方はラジコのタイムフリー機能で1週間聞き直せます、ぜひご活用ください。こんな今だからこそお家でじっくりとがっつりとライブをお楽しみください。明日のこの時間は、番組には2回目のご登場、僕が1回休んじゃった時に、ね、ご出演いただきました、はい、マルチにと活躍するシンガー上野優香さん、スタジオライブです。時刻は7時33分、アフターシックスジャンクション生放送中。の上りは大和トンネル付近で8キロ15分、アクアラインの上りはトンネル内で1キロ、千葉の京葉道路の下りは船橋インター付近で1キロ5分です。首都高速道路は5号線の下り北池袋付近、乗用車とトレーラーの事故で右側が通れず6キロ半、西神田からは35分、一般道日光街道の下り足立区島根2丁目付近、バイク単独の事故で右側が通れず2キロ、梅田からは40分です。水戸街道の下り葛飾区四つ木5丁目付近では前にあった事故の調べが行われています。3車線のうち2車線が通れず、こちらはこの後8時30分頃まで続く予定です。神奈川の平戸桜木道路の上り日の出町交差点でも前にあった事故の調べが行われ、1車線が通れず500メートルです。警視庁から以上です。はい、くすばさんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてお天気をお伝えします。今夜の関東地方はおおむね晴れるでしょう。天気の崩れはなく、お帰りの時間も傘は必要なさそうです。明日も関東各地ですっきりした青空が広がります。空気の乾燥が続くので、日の元、喉元のケア心がけてください。新概念提唱型投稿コーナー、時刻は7時47分です。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティのライムスター歌丸です。水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子です。ここからは新概念提唱型投稿コーナー、水曜日の企画はこちら、シアター一期一会。さあということでね、まあ映画館で出会った人や目撃した珍事件などなど、映画館で体験したエピソード、それ込みで映画の思い出ですよというのを募集しているコーナーでございますが、ね、ちょっとね一区切りが近づいてまいりましたという、ね、ほほほほことなんですよ ね、 ね、毎回毎回ね非常にグッとくるメール、皆さん本当ありがとうございます、はい、という、ことなんですが、はい、さあ最後にね一旦優秀の日かもしれませんね。そうですね。はい、ということでメール早速ご紹介いたしましょう、はい、ラジオネーム某栄養士官さんからいただいたシアター一期一会メールです。大人になってからはシネコンでしか映画鑑賞していなかった私です。リスナーさんがおすすめしていたスイングキッズが見たかったのですが、これ俺も早く見たいな、近場のシネコンで上映はなく単館、シネマート新宿まで足を運んでみました。やっぱり韓国映画ね、いろいろ細かいのやってるからね、シネマート新宿、エレベーターが開くとどこか懐かしい昭和の匂いが、なんだか幼い頃来たことがある感覚がしました。係員のお兄さんがただいまから開場いたしますとシアター後部のドアをガバーッと開けました、うん、中でお姉さんが特典のポストカードを配ってくれました。
扇形会場の後席、後ろの席がなだらかに競り上がった客席で、ステージ付きのスクリーン、小さな市民会館のような作りで、ますます来たことがあるぞ感が強まっていきました、うん、映画は最高でお気に入りの一本となりましたが、来たことあるぞ感は何だったのかずっとずっと考えていました。数時間経って思い出したのは、幼い頃今は亡き地元映画館で上映されていた東映漫画祭りに通っていたことでした。その映画館は東映マークの看板を大々的に掲げていて、漫画祭り以外の映画を上映していたのかなと今思えば不思議な映画館でした。何十年も前の記憶ですが、あの匂いやガバーッと開けるドア、会場の雰囲気がそっくりで、漫画祭りの入場者特典、紙の帽子、過去登場人物がプリントしてあるつばつき帽子をかぶってキャッキャしながら鑑賞していたことを一気に思い出して吹き出してしまいました。映画館もどんどん進化していきますが、古き良き映画館も どうか残ってほしい、数少ないと思いますが、経営者の皆さんどうか頑張ってくださいと言いたくなった一日でした、うん、ということでございます、ね、はい、シネマート新宿さんはね、本当に韓国映画、ね、中心にすごいね、ずっと頑張ってます。前シネマート六本木もあったんだけど、なくなっちゃったんだよね。あ、違うね。そうなんですね、はい、うん、なんだけどね、まあ、シネコンもすごく、ね、整備された映画環境で、とっても、はい、シネコンもいいんだけど、うんうん、はい、やっぱり確かにおっしゃる通り ね、はい、匂いとかありますからね、それはね。私もあんまり単館には行ったことがないので、うん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 、ちょっといろいろとチャレンジしてみたいなと思ってるんですけど、うん、これはニュース、はい、速報が入ったみたいよ、はい、そして今ちょうど速報が入りました。ここでニュースをお伝えします。新型コロナウイルスの感染者急増を受けて、東京都の小池知事が午後8時からの緊急記者会見で、今週末は不要不急の外出を避けるよう要請することが明らかになりました。小池都知事から今週末は不要不急の外出を避けるよう要請することが明らかになったということです。まあ、今日だけでも東京都は40人ぐらい感染者が新たに分かったということですからね。もともとね、不要不急下げてくれっていうのはずっと続いていたはずなんだけど、ね、この間その、連休でちょっと紛失したかのようにね。そうでしたね。なんかドーンってね、お手軽気持ちももちろん分かるというね。まあ、溜まってたものがね、パッとね、あったみたいですね。感じもありましたけどね。まあ、週末は雨風ともに強まる見込みだとね、先ほどもお伝えしましたから、はい、まあ、お家にいるのがいいですね。まあ、こういう時こそね、映画秘宝のね、提唱するね、地獄の自宅映画祭、これもいいですし、はい、うん、はい、あとそのね、それこそ感激三昧とかああいうのでね。そうですよ。あれ、本当素晴らしいし、いや本当にちゃんと劇団にもお金入るということですから ね、うん、そういうのもあるかなと思います。知れてよかった今日、うん、もう一個ご紹介させてください、はい、ラジオネーム TK シンさんからいただいた、シアザ151です。暇さえあれば映画館に足を運ぶ映画好きの一人です。これはとある劇場で鑑賞していた時の出来事でした、うん、作品はジュラシックワールド、夕方の会という上映ということもあり、場内は学校帰りとおぼしき学生の観客も多数。その頃は学生対象の友達割なるサービスもあってか、場内の雰囲気はとても熱く若々しい雰囲気でした。いいですね。いいな。いいな映画が終盤に差し掛かり、場面はもはやコントロール不能に陥ったジュラシックワールド、うん、無数の、翼竜ね、翼の、このね、バッサバッサと来るのね、うんうんうん、恐竜たち、翼竜たちの群れが、園内の客に襲いかかり、パニックとかす園内。その中をはぐれた甥っ子たちを救い出そうとするクリス・プラット演じる主人公オーウェンと、このパニックを引き起こした張本人、そうなんでね、プライス・ダラス・ハーワード演じるクレア、そして二人は甥っ子を見つけ出すも、オーウェンは翼竜に襲われるあわやの場面、うん、オーウェンの銃で翼竜を間一髪で撃退するクレア、助けられたと、助けられた、オーウェンがクレアをじっと見つめ、次の瞬間、そう、次の瞬間、事件は起きました。何も言わず彼女を見つめ、いきなり強引なキスをクレアにするオーウェン。その時でした。キャーとの女性の金切り声、騒然となる劇場内。金切り声の発信元は、どうやら私の席の並びに陣取っていた友達割で鑑賞に来ていたとおぼしき女子高生3人組のようでした。そして、すいません、ちょっと刺激が強すぎましたかわいいとペコリ後ろを振り返りながらのエクスキューズ、そして小声で、まさかああいう強引に来られると弱いんだよねとこの女子高生の一人がつぶやいた声を私は聞き逃しませんでした。暗い場内ではありましたが、彼女たちの顔が真っ赤になって恐縮している様子が何とも言えず、劇場内からは温かくも、何とも言えない苦笑やら笑い声、パニック映画でありながら、本来のパニックでないところでパニックになった女子高生3人組こういう新鮮な驚きやら感動を若い子のたちから受けて、やはりビデオやオンデマンドでは体験できないことが体験できる場所が映画館であり、劇場でみんなと思いを共有し、それが映画館に足を運ぶ理由でもあるのだなと思いを強く受けましたという。いやー、映画館って本当にいいものですね。なるほどね、かわいい、キャーって確かにね、ちょっと
とね唐突なんですよ、このこいつらのね恋愛模様は。なんかこうちょっと昔ながらのそのなんていうのかな、あの僕映画表の中でそのハワードホークスのスクリューボールコメディ的な感じをちょっと狙ってんのかなみたいな、なんていうのこうね粋なやり取りがあってちょっとこう喧嘩越しのやり取りがあってからのでも一応みたいな、はい、そうなんですよね。このさでもそうブライス・ダラス・ハワード演じるクレア、確かにこいつが全てのパニック全ての問題の張本人っていうねそういう話なので強引にキスはするし ね、キャちょっと刺激が強すぎました。可愛い、このエクスキューズのこの言葉が可愛いです、ね、ああいう強引に来られると弱いんだよね可愛いいいなやっぱそのさ中高生のさ男の子も女の子もさ、はい、なんかこう連れ立って同性の友達と連れ立ってさ、そうそう来てんの見るとなんか最高だよね。本当にもうなんか見ちゃう、いいそういう子たちも気にかけちゃう、うん、私も今思い出したのが高校生の時にナナを見に行って、あナナね、あの、はい、はいはい、あの中島美嘉さんのね、はいはい、でそれがなんか違うのを見る予定だったんですけど、うんうん、ナナに結果としてなって、うんうんなっちゃってっていうのも変なんですけど、うんうん、でもいろいろやっぱり男女の色恋沙汰がいろいろ出てくるじゃないですか、うんうん、もう漫画の、ねうんうん、実写ですから、もうみんなこうポップコーン食べるスピードがどん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 速くなってガバ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 みたいな、やっぱ照れちゃうから、うんうん、初めはこうクスクスとか言ってかっこいいなんとかさんかっこいいねかわいいねとか言ってるんですけど、そういうシーンになるとみんなもうシーみたいなこうなんかこう飲んで思春期のやっぱああいう刺激が強いって、あそうやっぱりなんか思あるんだ、ね、覚えてますね、やっぱそういうのがね、なんとなくこうこっぱずかしいというか、あそっかキャーみたいな、はっみたいな、男同士多分そういうラブシーンがあるような映画にまず野郎同士行ってねえ問題もあるのかもしれないな、そういうことかもしれないな、うん、まあでもちょっとちょいこうちょっとなんかちょっとお色気シーンがあったりすると、うんうんうん、やっぱこう食べるスピードが早くなったりとか、5個ぐらいまとめてこうバカバカって食べてる子がいて隣で、うん、あとそれこそね、あのね三宅龍太さんが監督した、うん、呪怨白い老女っていうまあホラー映画があって、それ見に行った時にやっぱりその、まあ、怖いからさ、うん、であのなんかさすげえ怖い場面でギャーみたいな声が上がって、うんうん、でその後にちょっとさ照れ笑いみたいなのがみんな漏れんのよ、あるあるあーみたいになった後に、うん、えへへみたいな笑いがあってで、まあ、で白い老女は、まあ、実際結構めっちゃ怖いのね、あのそれこそ今のね、あのときめくムロツヨシさんがちょっとね最高の役で出たりとかしてますけど、まあ、ちょっとかわいそう最高っていう感じなんだけど、で終わった後出たらその連れ立ってきてた高校生3人組のもうなんかもうニキビだらけの男の子たちがこうやって明らかにこう怖がってたんだよ、怖がって出てきて第一声がミヒロかわいいよな、ミヒロってかわいいよそこもうびっくりビクビクしてたろって最初に言うのそこがいいっていうね、いいよな、ということでね、まあ、毎回楽しいこのコーナーなんですが、はい、なんとお実はお来月いっぱいね、うん、ちょっと一旦お休みをいただこうということになっております、はい、なぜならば、はい、あテンポアップね、はい、指示を口に出してしまいました、来週から4月頃この時間はですね、はい、昨年大変お世話になったウイスキーブラック日課とのコラボレーションした期間限定企画をお送りします、やったありがとうございます、今年もお世話になります、うん、劇場もいいけどやっぱりブラック日課も最高ということで、どっちも大好き、ただあのシアター151終わったわけではございません、はい、はい、そうですね、あの5月から復活予定ですので、引き続き歌丸アットマーク TBS.CO.JP までお待ちしております、はい、ということでシアター151でした、はい、先ほどあのね、6時台にお知らせした下北沢のね、あのね、感激三昧さん。あの、感激三昧というそのアプリで、あの、いろんな劇が見れるという、ヒョウ柄のカネーシュンさんもね、ポンコツ D2 さんもね、そのね、あの、感激三昧いいですねというね、反響いただいてるんですが、はい、演劇に関して言うと、先週のバリアフリー演劇の回、うん、文字起こしがアップされております、公式ページに。こちらもぜひね、あの、ご覧くださいませということ、インフォメーションをお急ぎで入れさせていただきました。はい。ビヨーンド・ザ・カルチャー。さて早速ですが、今日はまずこの曲から開幕いたしましょう、昨日の夜くしくもね、東京2020オリンピック、パラリンピック1年間の延期が発表されましたが、ということはこの曲を聴く機会もまた1年伸びたということなんでしょうか。何はともあれ、いろんな思いを噛み締めながら今こそ耳を傾けてみましょう。古関裕二作曲、1964年東京オリンピックの入場行進曲、オリンピックマーチです。
ということで、いろいろ複雑な気持ちになるね、感じなんですけどね。このオリンピックマーチを作ったのが、今夜の特集の主人公、作曲家の小関裕二さんです。ということで、今夜のゲスト、近現代史研究家の、辻田正則さんに伺います。このオリンピックマーチ、小関裕二さん、まあ、非常にキャリア長い作曲家でいらっしゃいますけど、どのような位置づけになるんでしょうか。そうですね。まあ、ある意味では彼の集大成みたいな、うん、曲だと思うんですよね。まあ、彼、昭和がほとんど全部活躍の時期で、うん、まあ、もう戦争中は軍歌作るし、経済成長してる時は社歌とかね、会社の歌作ったりとか、うんうん、まあ、日本のこう、ある意味盛り上がっていく時代に乗っかった人で、はい、で、まあ、ある意味で一番盛り上がったっていうのはある意味オリンピックで、うんうんうん、まあ、日本の経済大国としての成人式みたいなイベントですから。はい、で、それを入場行進曲を作ったっていうのは本人も誇りにしていたし、うんうんうん、まあ、彼のキャリア見た時も一番頂点の部分の一つだったのかなと思いますね。うんうん、確かに、その、軍歌も、あともこういうスポーツ的な応援歌も、まあ、なんていうの、その、景気がいい、ね。そうですね。うん、感じのことでありますもんね。はい。といったあたりで国民的イベントに家臣が集まるというかね、こんなタイミングだからこそ今夜はこんな特集をお送りします。オリンピックも軍歌もヒット曲もモスラも何でもありの昭和の大作曲家小関裕二の足跡をたどると昭和がまるっと分かってしまう特集。はい、モスラの歌聞いていただきました、はい。まあ、モスラはね、まあ、リメイクとかもされてるし比較的、まあ、伝わってるってなると思うけど特撮ファンはずっといるし、はい、日比さんがモスラの歌をよく歌ってましたっていうのが、はい、ちょっとそれはさすがにおかしくないかって言われてるんですよあの父がその特撮だったらのフィギュアが大好きでモスラのフィギュアで何かよく分からずに、まあ、遊んでたんです弟と小さい頃、はい、でこれ何って言ったらこういうのがあってねって言ってそのモスラの映像を見て、うん、でそのこの歌内容は正直全く覚えてないんです、はいはいけどこのモスラーやってこれがもうどうしても耳からもう離れなくて、うん、なるほどもうずっとこれをエンドレスでここのフレーズだけのエンドレスずっと歌ってたっていう記憶があるんですよ、でもそういうのを染み込ませるのはまさにこういう作曲家としてはなんかねやりたかったことだから戸籍メロディーはねここまで遺伝子来ちゃってるわけですよ、うん、そうなんですよちょっとなんか変わった感じそれこそ異国な感じっていうのがやっぱ癖になるっていうやっぱり東南アジアで勉強した成果だと思うんですよね、うん、これはなんかインファントドとかなんか太平洋の島ってことになってたと思いますけれども、多分なんかそういうビルマとか戸籍は行ってたんでシンガポールとかあと仏印、うんうん、今のあのベトナムのあたりですよね、はい、ああいう時のその勉強の成果っていうのがこういうところに反映されてるんだなとちょっと謎の言語で歌われてますけどじゃあそういうミックスどうやらインドネシア語らしくて、うんうん、歌詞を日本語で作ったのをなんか日本に留学してたインドネシア人の学生かなんかに翻訳してもらってそれをカタカナにしたものっていうことみたいですねなるほどね、なるほどね、で当時のその、まあ、双子のデュオだったザ・ピーナッツっていうのが歌って、映画にもこの二人出てきますけど、ねそうですね、すごい小さくしてねあれなんか、うんね、でもハリウッドリメイクキングオブモンスターズとかでもねモスラは、まあ、出てくるわけだから、うん、そういう意味ではねでそのねあのピーナッツあの女の子二人のやつも伝説としてみたいなとか多分触り合ったよね確かねだからちょっとなんかこれは伝わってる感じなのかな。そうですね。だからまあ多分これほとんど戸籍だって認識してないようにぐらい広まってると思う。本当に同じ人だっていうのを実は今日知りました。そうですよね。オリンピックの歌作った曲。戸籍ってそれが多いんですよ。曲は知ってるんだけどこれとこれがつながってて同じ人とはみたいな驚きがある人ですよね。はい。ということで、まあ、俯瞰してみることにね、本当にダイナミックさというかね、醍醐味がある、小関裕二さん、を、まあ、三つのポイントに絞ってちょっと駆け足で伺ってきましたが、はい、最後に改めて、小関裕二という作曲家を辻田さんなりにまとめるとどんな感じになるでしょうか。そうですね。まあ、すごい多様な人ではあるんですけれども、うん、ある種ねじれを抱えた人だと思うんですよね。うんうんうん、まあ、一つは先ほど言った、クラシックをやりたかったんだけれども、まあ、実際はそういう商業音楽をやっていたと。うんうん、でも、その振れ幅があったおかげで逆にいろんな曲が作れたっていう一つ目のねじれっていうのがあると思うんです。うんうんうんでもう一つ挙げるとするとある意味のんぽりっていうか、ね、本人は思想ないわけですよ、ええ、ほとんど、うん、でだからこそ逆に何でも作れちゃうっていう、うんうん、普通なんか思想があるからああいう作品作ると思うわけです、はい、文化とかなんだとか、うんうんうん、でも実は本人が何もないって言ってるかもしれませんが、うんうんはいはい、あんまりやっぱりそういう俗な、ね、話にあんまり興味ない、うん、奥さんの株取引も一切口を出さない、うんうんうん、そういう人だったんですけれども逆にだからこそ何でも作れたっていう、まあ、これももう一つねじれだと思うんですけれども、うん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 、それが、まあ、この二つのねじれが彼の多作そして多様な音楽っていうのを、うんまあ、形成できたのかなと思いますね、うんうんうん、しかもそのスタンスっていうのが、まあ、昭和という時代そのものをちょっと象徴するようでもあるという、そうですねだから振れ幅すごいわけですよ、うん、帝国主義でもう戦争の時代からいきなり平和主義になるわけですよ、うんうん、戦力不保持とか言い始めるわけですよね、うんうん、あるいは一方ですごい国数主義っていうのかな、うん、日本がいいんだっていう話から国際協調だって言い始める、うんうんうん、
あるいはまあ戦場滅死方向ですよね、うんうん、私を殺して公につくと、はい、ところが戦後は個人主義だったりすると、うん、すごい振れ幅してどうなってるんだと思うんですけれども、うんうん、戸籍って人は逆に、まあ、あんまりこだわりがないからこそどっちでも対応できちゃうっていうことが大きいのかな、うん、つまり昭和史のまあ写し鏡っていうことですよね、うんうんうん、しかもそのでも全然違うあの要するに正反対に振れたように見えて、はい、やっぱりイケイケどんどんっていうか、はいはい、っていう意味では同じですもんね。そうですね。やっぱり昭和史が日本の中ですごい特殊な時代で、まあ、この本の中では黄金時代って言い方をしましたけれども、これは必ずしも肯定的な意味ではなくて、うんうん、一番暴れ回ってたってことですよ、うんうん、調子こいてた。調子こいてた。まあ、すごい、適切な表現だと思いますけど、だからイギリスで言うとビクトリア朝とかね、モンゴルで言うとチンギスハーンの頃みたいな、やらかしてる時代なんですよ。いろんな表現をしますけどね。そういう時代だからこそ、逆にもうイケイケなんですよ。うんうんうん、もう戦争して負けた、ああ、でももう一回経済成長でいくぞみたいな感じになってて、うんうんうん、そういう右肩上がりの調子乗ってる時代には、うん、まあ、こういう戸籍みたいな人がぴったり一致したっていうところはあるのかなと思いますね、うんうん、そしてそのね、先ほどの奥さんが山一証券に入り浸ってとかっていうのと、はいはい、いろんな終焉とかもうなんかシンクロしすぎちゃってて、はいはい、そうですね、なんてこう、だから奥さんが株持ってる会社の社会を要するに小杉が作ってるわけですよ、ええ、どこまで連絡し合ってたか分かりませんよ、さすがに小杉は全く多分興味ない、株に全く興味ないらしくて、奥さんがひたすら印税をこう株式市場に投入してたらしいんですけど、うんうん、どれぐらいそれも勝ってたかよく分からないんですけどね、うんうんうん、本人は勝ってたって言ってますけれども、うんうん、ただその経済成長してたって意味では2人とも同じ波に乗ってたわけですよね、うんうん、図らずも、はい、これね、このあたりがどの程度ね、そのドラマの方にね、そのベースとして生かされるのかも含めてすごい興味深かったです、ということであっという間に4時間来てしまいました、辻田正則さんの新刊、古関裕二の昭和史、国民を背負った作曲家は現在文春新書より税別950円で発売中です。今日のなんかさらに細かくね突っ込んだこと書いてありますので、 ありがとうございます、ぜひ読んでください。その他辻田さん、お知らせ事などは？そうですね、ちょっとね、今イベントとかが難しい、ね、時代ではあるんですが、うん、放送ではですね、4月の8日とあと4月の27日、うん、この両日に言論カフェから放送、生放送ですね、うんうん、ネット中継で、まあ、有料なんですけれども、そういう中継番組をやる予定ですね、はい、うん、ということでございます、はい、はい、ということで、以上、何でもありの昭和の大作曲家、古関裕二の足跡をたどると昭和がまるっと分かってしまう特集でした。辻田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ビヨーンド・ザ・カルチャー。さて早速ですが、今日はまずこの曲から開幕いたしましょう。昨日の夜、くしくもね、東京2020オリンピック、パラリンピック1年間の延期が発表されましたが、ということはこの曲を聴く機会もまた1年伸びたということなんでしょうか。何はともあれ、いろんな思いを噛みしめながら今こそ耳を傾けてみましょう。古関裕二作曲、1964年東京オリンピックの入場行進曲、オリンピックマーチです。いろいろ複雑な気持ちになるね感じなんですけどね、このオリンピックマーチを作ったのが今夜の特集の主人公、作曲家の古関裕二さんです。ということで今夜のゲスト、近現代史研究家の、辻田正則さんに伺います。このオリンピックマーチ、古関裕二さんも非常にキャリア長い作曲家でいらっしゃいますけど、どのような位置づけになるんでしょうか。そうですね、まあ、ある意味では彼の集大成みたいな、うん、曲だと思うんですよね。まあ、彼昭和がほとんど全部活躍の時期で、うん、まあ、もう戦争中は軍歌作るし、経済成
成長してるときは社歌とかね、会社の歌作ったりとか、うんうん、まあ、日本のこうある意味盛り上がっていく時代に乗っかった人で、はい、でまあ、ある意味で一番盛り上がったというのはある意味オリンピックで、うんうんうん、まあ、日本の経済大国としての成人式みたいなイベントですから、はい、でそれを入場行進曲を作ったっていうのは本人も誇りにしていたし、うんうんうん、まあ、彼のキャリア見たときも一番頂点の部分の一つだったのかなと思いますね、うんうん、確かにその文化も、あともこういうスポーツ的な応援歌も、まあ、なんていうの、その景気がいい、ね、そうですね、うん、感じのことでありますもんね。はい、といったあたりで国民的イベントに家臣が集まるというかね、こんなタイミングだからこそ今夜はこんな特集をお送りします。オリンピックも軍歌もヒット曲もモスラも何でもありの昭和の大作曲家古関裕而の足跡をたどると昭和がまるっと分かってしまう特集。3月25日水曜日、時刻は夜8時になりました。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティは私ライムスター歌丸と水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子です。ここからは聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャーです。今夜のゲストは近現代史研究家の辻田正則さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰してます。お待ちしておりました。いやいや、もうね、もう辻田さんをお迎えする会は毎回もう楽しみで楽しみでしょうがない。本当ですか、ありがとうございます、はい、あの曲も聴きながらセットというパターンがね、またありますから ね、これがまた楽しいというということで、日比さんから辻田さんのご紹介お願いします。はい、ご紹介します。1984年大阪のご出身、近現代史研究者、まあ、近代と現代の歴史の研究者ということですね、うん、慶應義塾大学文学部卒業後、同大学院の文学研究科に進学されました。大学院中退後、2012年より文筆業に専念。これまでに著書としては日本の軍歌、不思議な君が代、大本営発表、そして空気の検閲、天皇のお言葉などなど、戦前戦後の政治と文化芸術の関係を論じた多数発表されています。はい、あのとにかく辻田さんのご本はですね、はい、私に言わせると、あの国民必読です。すべてとにかく本当に、例えば君が代議論の時とかも、不思議な君が代のこの研究をあのちゃんと踏まえた上でああだこうだ言ってくれというふうに、私自身も何も知らないでいろいろ言ってたなというのは、本当に辻さんあのご本を読むたびに勉強させていただきます。 ありがとうございます。本当に、はい、不穏な曲がずっと後ろに流れてるんで、あのまあね、あの大本営発表の時とかのね、はい、あの我々の特集の時とかもうね、大丈夫かこの放送っていうねことを散々やってましたからね。そうですよね、今これ流れてるのはアメリカ爆撃って曲なんですけどいやこれ戸籍メロディーなので、うん、これなるほどね、多分でも今回戸籍のいろんな特集があると思うんですけど、この曲流すのはここだけだと思います。あ、なるほどな。あ、とにかくあの辻田さんにはお世話になってますと、はい、まあ、ギャラクシー賞をね、我々あの、本当は途方な大本営発表の時にそのね、の時にギャラクシー賞これをいただいたのを、これも辻田さんがとにかく取ったといういえいえいえ、そんなね、とにかく辻田さんはあの私どもね、アフターシックスジャンクションとセッション22で取り合ってる、ね、取り合ってる、TBSラジオにてるスター的人材、これもね、ずいぶん大本営発表感がありますけどいや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 、これはファクトでございます、そしてそんな辻田さんが今月19日に新書、まさにね今日のテーマであります古関裕而の昭和史、国民を背負った作曲家、発売されました。まあ、古関裕二さんは先ほど聞いていただいたオリンピックマーチ、そしてこのね、うん、何ですか、あのアメリカ爆撃ですね、アメリカ爆撃、ちょっとオリンピックのマーチとこれ並べるとかわいそうですねでもやっぱりそのマーチものっていうのは基本ね軍歌的なことですかね、行進とかはね、まあ、そうですね、盛り上がる曲ですよね、うん、とかね、まあ、その戦後ももちろん数々のヒット曲も作った昭和の大作曲家、はい、でなんと来週月曜からちょうど始まるその NHK の連続テレビ小説、エールの主人公でもあるということ で、 そうです、ね、本当にすごいタイミングなんですけど、そうですね、まあ、本人じゃなくてモデルってことになってるんですけどね、これはそのこのタイミングはたまたまなのか、それとももともと私は古関に興味を持ったのもちろんあるんですけれども、うんうん、やっぱり、まあ、こういう朝ドラがあるので、はい、まあ、こう企画として通りやすかったっていうのもありますね。ね、でもその今まで の、 その辻田さんの今までのご本の中でも、うん、この個人にですね、うん、もちろん天皇の言葉っていうのありましたけど、うんうん、個人にこうスポットが当たった、まあ、通史というかな、は初めてなの で、 そうです、ね、ちょっとこう新境地というか、やっぱり歴史をやってると評伝っていうのは一つの、まあ、山みたいなところがあって、うんうん、やっぱり取り組みたいっていうのがあるんですよね、うんうんうん、でも単にその人間だけだと、まあ、場合によってはそのあんまりこう盛り上がりがない時もあるんですけれども、うんうん、戸籍の場合は昭和がこうぴったり一致しているので、はい、まあ、一番激しい時代ですね、日本、はいはい、よく激動の昭和って言いますけれども、それをうまく体現した人だと思ったので、うん、はい、まあ、あのこういう波あり谷ありで面白いのかなと思います、ね、
なんかご本を拝読するとですね、だからその小関さんがあたかもちょっとフォレストガンプ的なというかね、その歴史のさまざまな局面にすっとこう、うん、やっぱりそこに関わってるっていうか、そうですね、だから有名な曲を挙げても、あの小関裕二って名前を知らなくても、うん、曲を知ってる人は多いと思うんですよね、うんうんうん、平成生まれの私でも知ってる知ってるって思う、ね、先ほど上がったモスラもそうでしたし、はい、あるいは六甲おろしってあの阪神の応援歌ですよね、うん、はい、あるいはその先ほど少し流れた栄冠は君に輝くっていう高校野球の夏の方の大会の歌ですね、あるいはその、まあ、阪神だと巨人の方の歌も作ってますし、あ、そうか、あの闘魂込めて、うんうんうん、あとはあの早稲田の、紺碧の空っていうのも作っていたりとか、うん、もうありとあらゆるところに実は戸籍メロディーっていうのは流れてるわけですね、これ通して見ることでちょっと昭和が見えてくるというね、そうですね、まあ、今日の特集もね、まさに音楽を聴きながらご紹介いただこうと思うんですが、ちょっとメッセージを一個ご紹介させてください。とね、イサクパシャさん、今日は戸籍有事特集とのことで非常に楽しみにしていました。私は以前古い流行歌を使ってコンテンツ化する仕事をしていたことがあり、その際に戸籍有事作品の素晴らしさに目覚めたものです。誰でも知っているような流行歌、プロ野球の応援歌、映画音楽、そして軍歌に至るまで一定の品格のようなものが感じられ、すっかり魅了されてしまいました。今回辻田さんが戸籍有事の特集をするということで、彼のバイオグラフィー的なことは知らないので、なぜ軍歌を多く作曲していたのか、それなのに戦後の戦後民主主義的な曲が多いのはなぜかなどの疑問が解き明かされるのではないかと期待しています。ちなみに個人的に好きなのは軍歌で、先日の戸籍作品のベストを決める新聞社の企画にも、ラバウル海軍航空隊に一票を入れましたが、本当は候補になっていなかった英国東洋艦隊壊滅が一番好きですと。なるほど、物騒なやつが、なるほど、はい、全部わかりますね。今日早速自田さんの新刊戸籍有事と昭和史も購入しました。ありがとうございます。こちらの特集と合わせて楽しみたいと思います。ギャラクシー賞、ギャラクシー賞、ね、念じてらっしゃるというね。最後に叫びがね、軍歌みたいな感じです。はい、といったあたりで、じゃあまずそもそもですね、辻田さんが戸籍有事というこのね、はい、作家に注目されたそもそもの理由というのはあるんでしょうか。そうですね、まあ、あのやっぱり、まあ、最初は軍歌つながりっていうのもあるんですけども、うんうん、元々ね軍歌研究で。そうですね、はい、であと、まあ、今言ったようにやっぱり作品の数がすごく多い、5000曲ぐらい作ったと言われてるんです、うんうん、そんなに。そうですね、うん、だから軍歌も作ってるし流行歌も作ってるし戦後の歌も作ってる、まあ、だから時代の繁栄みたいな人ですよね。で、まあ、さっきのどういう人か知らないっていうメールの内容がありましたけれども、うんうん、人としてはすごい穏やかないい人だったみたいなんですけれども、うんうんうん、だからまあその分こう鏡みたいになるっていうんですかね、時代を反映を、そうですね、映し出すというか、うんうんうん、であと調べてて面白かったのが、こう奥さん金子さんって、これあの朝ドラではそのダブル主人公みたいな感じなんですけれども、うんうんうん、この人が結構積極的な人で、まあ、いわゆるデコボココンビなんですね、うんうんうん、あの旦那さんの方は結構おとなしいんだけれども、うんうん、奥さんの方は引っ張っていくと、で戦後はその戸籍有事が稼いできたその印税を株式市場に投入してたりとか、うん、すごい株買ってるんですよ、アクティブな奥様ですね。やり手なんだ、やり手で、しかもなんか百戦錬磨の離職マダムとか言って経済新聞に出てたりとか、あ、そういう、まあ、当時は、ね、株絶対上がるので、あ、まあ、そっか、そういう時代性もあるんだ、そうだから、まあ、ある意味時代をあの象徴してる人ですよね。なるほどな、奥さんもセットでそうなんだ。そうです、ね、作曲家の方って後から振り返るとこれが時代だっていうイメージがあったんですけど、ご本人も生きながらえてこれがまさに時代を、まあ、動かしていたというか、まあ、沿っていったっていうイメージなんですかね、はい、うん、ある意味では、うん、ここの人もクラシックの作曲家になりたかったんですよね、うん、ところがいろいろ家の事情とかもあってできなかったんですけれども、うんうん、でも音楽でどうしても行きたいって気持ちが強くあって、うんうん、でじゃああの激動の昭和を音楽で生き延びるとなると、もう時代に合わせていくしかないわけですよね、うん、なるほどね、そうか、ちなみに、作曲家としての戸籍有事の特徴というのは辻田さんはどういうふうにお考えですか、まあ、先ほども言ったまず多作ですよね、うんうん、そしてまた多様、つまり行進曲とかそういう勇ましい曲もあるんですけれども、うんうん、穏やかなあの流行歌も作りますし、あのモスラの歌みたいな、あれはあの戸籍有事が戦時中に東南アジアの方に行ってるんですよ、ね、仕事 でそこで現地の音楽採布してるわけです。ああ、なるほど、あ、じゃあちゃんとそういう民族学的なというか、そういうのを勉強してる人で、まあ、すごい熱心な努力家の人なので、なるほど、だからすごいあのなんていうかな、いろんなバリエーションがある、うんうん、だからこそ今にも受け継がれてるってところのある人だと思いますね、うん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 、そしてさらに今回新刊をお書きになって、はい、いろいろ資料も集められたと思うんですけど、新たな発見とかもあった。そうですね、あの例えばコロンビアでこの人仕事してた、日本コロンビア でそこの結構アーカイブを見せてくれて、コロンビアの人すごい人で、なんかこう、うん、あまり公開してなかったような資料も発見してですね、で実際戸籍がどれぐらい売れたかって数字ってわからないんです、うんうん、あの普通あのなんか宣伝なんでちょっと持ったりするので、うんうん、ところが今回の場合はすごくこうあの実際の数字を、まあ、出していいって許可をもらったので、そういう数字に基づいてどれくらい売れたかが分かるというか、うんうんうん、あの、あるいはその福島市にある戸籍有事記念館っていうのがあるんですが、そこのまあ公開してない資料を見せてもらったりとか、うんうん、あとまあ戸籍有事の息子さん、あのまだお元気なのでいろいろお話聞かせてもらったりとか、うん、あ、そうか、そういう取材とかを結構今回したっていうのがあの、まあ、面白かったところであるんですけどね、うん、なるほど、はい、ということで、お知らせの後、昭和を象徴する作曲家戸籍有事さん、この足跡を3つのカテゴリーに分けつつ、まあ、曲を聴きながら、はい、追いかけていきたいと思います。
時刻は8時13分 TBS ラジオアフターシックスジャンクション。ここからは特集コーナービヨンドザカルチャーです。今夜は昭和の大作曲家古関裕而の足跡をたどると昭和がまるっと分かってしまう特集をお送りしています。はい、ゲストは近現代史研究家の辻田正則さんです。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ではここからですね、非常にねキャリアも広大ですし曲も多いということで、全てをね網羅するのはあれなので、ざっくりと、作曲家古関裕而さんの全貌をなるべく短時間で理解するため3つの顔ということに絞って端的に解説してもらいます。はい、それでは昭和の最重要作曲家古関裕二の3つの顔。その1、国民的スポーツイベント作曲者としての顔。はい、冒頭にはオリンピックマーチも聞いていただきましたが、とにかくスポーツイベント作曲家。そうですね、うん、これ今流れてるのは紺碧の空って早稲田の応援歌ですね。はいはい、で実は早稲田も作ってるんですが、うん、戦後にあの慶応の応援歌も作って、さっきから巨人作ったり阪神作ったり早稲田作ったり、ね、両側作る男なんですでもそれもなんか対応力がすごいというか、何、はい、でもだから中央大学とか明治大学も作ってて何でもありなんですよ。はいはい、そうですか。なるほど。はい、というねことで、これスポーツイベント曲 の、はい、あの作曲が多くなっていったこうきっかけというか流れもあったりするんですか。ちょうど古関がデビューして、まあ、福島出身なんですけれども、うん、東京に出てきて、で極めて最初期に作ったのがこの紺碧の空なんです。うんうん、でこれがやっぱり当時早慶戦って一番人気だったので、はいはい、だからこれが要するにラジオとかで中継されていて流れるわけですよね。うん、はい、あの曲いいじゃないかってことで、うん、まあ、スポーツ音楽といえば古関というかね、うん、野球の音楽といえば古関に頼んどけばいいものを作ってくれるだろうっていうのがあって、まあ、その後今言ったようないくつかの曲をどんどん依頼されて作っていった。早慶戦が最初なんですね。なるほどね。で、あるいはその阪神の、歌もそうですけれども、うん、六甲おろしですよね。うん、で六甲おろし実はあの戦前あの阪神タイガースの人 大阪タイガースって名前だったんですけれども、うん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 、その頃に実は作られた歌で、なるほど。でこれも あるので、しかもその今の阪神タイガース時代ではなくて、うんうん、大阪タイガース時代のちょっと珍しい貴重な音源があるので、はいはい、ちょっとこれを聞いていただきたいなと思います。わ、はい、かりました。はい、今のはですね、これは人を決戦の歌でいきなり終戦直前になっちゃった。間違えちゃった。ごめんなさい。あの曲間違っちゃいました。今ちょっとスタンバイしてますからね。これから書き落としているのは、はい、戦前バージョン、大阪タイガース時代だった時の六甲おろし、はい、スタンバイできてるかな、はい、いけるかな。でもその違いがあるの知らない、はい、どうぞ。ちょっとなんかいろいろ間違っちゃってごめんなさい。栄冠は君輝くんだ。なんか全然ちょっと混乱しちゃってごめんなさいね。ちょっとね、どうなってるかな。どう、大丈夫か、これは完全に当てずっぽう状態になってる。大丈夫か、いろんなのがね、曲が多いからね。戦前バージョン、六甲おろし。大丈夫かな、大阪タイガースの歌。大丈夫ですか、大丈夫ですね。最高。いけ、今度こそ、いけるか。最高。さあ、どうだ、サバです。あ、間違えないです。これです。あ、すいません、本当にすいません。いえいえ、大丈夫です。六甲おろしに誘うと蒼天かける日輪の青春の覇気麗しく輝く我が謎大阪タイガース。はい、大阪タイガース、ね、ちゃんと失礼しました。2回に失礼しました。これは軍艦に行けっていうね、なんか天からの声なのかもしれませんけれども、いやいや、ただまあ似てるっていうか、しばらく聞いてようやくこうでっていうところもあるけど、いやそうなんですよ。戸籍がなんで軍艦頼まれたかっていうと、うん、野球の応援歌でこれ実績があったわけですよ。あ、実はそっちが先。そうなんです、野球が先で、今のこの大阪タイガースの歌も、うんうん、日中戦争の1年前に作ってるんですよ。なるほど、なるほど。で、あの最後大阪って、おが実は韻を踏んでるんです、うんうんうん、本人的には。ところが阪神になっちゃったので、はいはい、
本人的にはなんかなみたいなことを実は言ってるんですけど、ね、あ、そうなんだ。だからそういうことも気にする人というか、割と音楽的なそういうかっちりしたとこも気にしてそうですね。でこういう実績があるからこそ、同じ盛り上がる曲だったらお前軍艦もいけるっしょみたいな、レコード会社から結局ノルマがあるわけで毎月の、はいはいはい、で今月はこれ、つまり普段はだから野球とか作ってるわけですよ、うんうんうん、でも戦争になったからじゃあ軍艦いけるっしょみたいな感じになって頼まれて作ったら行ったみたいな。なるほどね。小関さん個人がそういうこうなんか好戦的だったりとかそういうこととは関係なく、小関さんはねのんぽりです完全に、うんうんうん、頼まれたら作る人って感じですね。まさにそのね鏡とおっしゃってたけど、そうですね、 ってですかね。しかもこれ、まあ、非常にあれですね、レアな、はい、音源をかけていただいてるんですね。そうですね、大阪タイガース時代のレコードって当時200枚しか作っていなくて、やっぱみんな大衆が買う時代じゃないですもんね。そうですね、ね、まあ、そもそも当時プロ野球よりもやっぱり大学野球の人気だったので、そうかすごい貴重な音で、なんか割れたやつとか残ってたんですけど、これはたまたま完全な版が残っていて CD に復刻されてる、そうですね、音すごい綺麗ですねこれね。戦前のようにしては綺麗な音だと思いますね、はい、というじゃあまあ出発点はやっぱりスポーツ、はい、楽曲だったという、そうですね。で、まあ皆さんお待ちかねのね軍歌にもそろそろ行きたいなと思うんですお待ちかね、やっぱりね辻田さんといえばね軍歌ですからね。そうなんですよね、残念なことね。いやいやそうさあということで次のパートに行ってみましょう、はい、その2、軍歌の覇王としての顔。はい、ということで、はい、まあ、スポーツ楽曲で定評を得てからの、じゃあ、軍歌もいけるっしょでやってみた、うん、ということなんですけど、この軍歌の覇王って私がつけたわけじゃなくてですね、当時の日本コロンビアの宣伝文句なんです。ああ、なるほど。へえ。彼の、まあ、一番代表曲なのは日中戦争の始まりにですね、うん、まあ、毎日新聞の企画で作った露営の歌っていう歌があって、うんうん、これが60万枚ぐらい、あ、今ちょっと流れていますけれども、60万枚売れたって言われてますね。当時で要するに SP レコードってでかいですし、はいはい、作るのすごい大変だったんです、プレス一個一個しなきゃいけない、だから今の多分10分の1ぐらいの生産が全体的に考えると、だから今に無理やり当てはめるんであれば倍10倍して600万枚ぐらい、すごいですね、の超大ヒット、 超ド級ヒット、うん、でこれによってもう軍歌といえば戸籍だというですね、等式ができて、はい、まあ、軍歌の覇王っていう、まあ、本人は喜んでないと思いますけどこういう、まあ、売り文句ができたってことですね。なるほど。じゃあそこからじゃんじゃかじゃんじゃか作っていくことになる。そうですね、もう次から次に、まあ、つまり日中戦争ってその後太平洋戦争までずっと戦争やってるので、うん、もう戸籍のもとに次から次に軍艦の依頼がやってくるっていう状態になっていてですね、例えばこのロエの歌当たったので、うん、2匹目の土壌じゃないですけれども、似たものを作ればまた売れるんじゃないっていう発想があって、はい、実は続ロエの歌続くですね、はい、そういう歌があって、そんなロード第何章みたいなことを始めちゃってる、そうなんです、ロエの歌2みたいな、うん、を作っちゃったんですね、うんうん、実はこれもレコードが残っているので、はい、いけますかね、続ロエの歌、はい、はい、続く大陸に燃ゆる勝ち時上げながら、きらめき進む日照旗、戦闘棒に受験に滴る血潮を垂れかしる、鉄より固き城壁を破る肉弾山と続ロエの歌聞いていただいております。これちょっと歌謡感があるって、ね、そうですね、やっぱりもともと歌謡曲の祖先みたいな曲を作ってた人たちなので、はいはい、だからこの歌も当時の軍部とか政府はもっと勇ましいマーチ調の方がいいと思ってたわけですよ。じゃあ、ね、煽っていくというね、そうなんです、そんなイメージでしたけど、ところがそれはやっぱり普通の庶民にあんま受けなくて、どちら庶民はこう暗いというかね、そういう世相を表した曲が好きなんだけど、ちょっと哀愁とか入ってた、そうなんですよ、でも暗すぎると今度は検閲に引っかかるわけですよ、うんうんうん、で戸籍有事ってその勇ましさと暗さみたいなのをうまく掛け合わせたのがすごい得意な人で、だからエリューとか藤田嗣治って戦争が書いた人がいますけど、うん、あれに近いものがあるわけですよね。で、まあ、ちなみにこの続ロエの歌はどれぐらい売れたかっていうのも、はい、それをコロンビアの資料で分かったわけですけど、うんうん、1万いくらでしたね。いや、まあそこそこなんだけど、でも、まあ、2匹目の土壌にはいかなかった。さっきの60万枚と比べるとだいぶとんでもない、そうなんですよ、だから本人的にはズコって感じなんですけど、ね、うん、なんだよっていう、この軍歌って、はい、もともとどこからオファーが来るものなんですか。あ、確かに、レコード会社の売り物売れるんですよ軍歌っていうのは、うん、つまり戦争中、今だと平和とかが大事だみたいなことになってますけど、戦前の教育だとやっぱり日本は戦争して勝ってどんどんこう、うん、でかくなったっていうイメージがあるので、うん、戦時中みんな軍歌を結局需要するんですよ、うん、
うん、例えば出征を兵士を送り出すときにも必要ですし、うんうん、普通に流行歌として聞いたりもするわけですよ、うん、だから戦争やったら売れますよと、うん、だからレコード会社から作ってくれって言われることもあるし、作詞家作曲家の側から作ることもあるっていう感じですよね、うん、軍部からの要請ってわけじゃないってことですね。それいうのもあるんですけど、それだけではないってことです、うんうんうん、検閲というのはやっぱり国的な検閲があって出せるか出せないかっていうところが、そうですね、検閲はレコードも検閲されてたんですけれども、うん、まあ、もちろん軍歌とか通りやすいわけですね当然。ちなみにでも小関さんご自身は、はい、その本来はクラシック作曲家というね、はい、その資質をお持ちなわけで、そうですね、どうなんですかそういうこの、その大衆のその要求に応え続ける作家としてのキャリアっていうところで、本人が好きな曲って、まあ、聞かれるわけですよね、成功した時に、うん、そうすると答えるのは大体オリンピックマーチとか、あとまあ白鳥のだって結構芸術的な曲を答えて、うん、つまり流行歌上げないんですよ、うんうんうん、つまり彼の自意識はやっぱりクラシックで行きたかったって気持ちがやっぱりあるわけです、うん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 、だから小説家で言うと本当は純文学で成功したいみたいな、でも大衆作家として成功してるから普通に見るとお前いい人成功してると思うんだけど、うん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 、本人はやっぱり純文学で行きたかったみたいなのある、そういう人いますよね、はい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 、そういう戸籍は屈折ある人ですね。なるほど、ああ分かりやすいなこれな。それくらい当時は作曲家として生き残るためにはやっぱり厳しい時代だったんです、はい、そうですよね。で、まあ、いくつかその軍歌っていうのもさっき言ったアメリカ爆撃とかね、まあ、これあんまり売れてない曲ですけれども、それ以外にもそうですね、うん、例えばそのさっきちょっと流れましたけど、秘湯決戦の歌っていうのがあって、はい、これはフィリピン決戦の歌で太平洋戦争末期の歌ですね、うん、はあ、結構末期じゃね、本当は世相的にはね。そうなんですよ。で、暗い曲なのかと思いきや結構勇ましい曲だったりして、で、当時はもう戦争末期なんでレコード作れないんです。プレスする余裕がないんです。確かに確かに。だから当時はそれこそラジオで流していた曲がこれで、まあ、有名なフレーズがあって、いざこいニミッツ・マッカーサーっていうフレーズがあって、はいはいはい、当時の敵の陸軍と海軍のトップですよね。うんうんうん、で、そういう人たちを、まあ、煽るような、歌で、まあ、戦後にこう戦犯曲とか言われてすごい古籍は嫌な思いをしている曲なんですけど、うん、そうですよね、そういうのも作ってます、ね、だってこれだけ覇王とか言われちゃってると戦後よっぽど指さされちゃうんじゃないですか、うん、そうなんですよね。だから戦後はそういった意味でうまく復活するために逆にこう土台界の曲を作ったりとか、まあ、苦労があったみたいですけど、なるほど。作詞もされてるんですか。作詞は他の人がやって、この人は曲オンリーで、しかも作曲するときもね、一切楽器とか使わなくて脳内だけで作曲する人で、すごい人なんですよ。どうピアノじゃあ直接楽譜に書いてる、書いてるんですよ。マジか。だから天才的な能力のある人ですね。へー。だからほとんど自分で完成曲を弾かなくて、でオリンピックバージンの時はたまたま嬉しくて子供に聴かせてくれたっていう、だからそれぐらい珍しかったっていうことみたいな。あー、これあれですかね、ドラマにその描写出てくるかね、弾かずにこうやってかかるとね。これ絶対そういう話出てくると思うんですね。そういう面白いエピソードがあって、で忙しい時は書斎みたいなところで作曲してるわけですけど、机を4つぐらいくっつけて、なんかこう4曲同時作曲みたいな、で机の周りをぐるぐる回りながら作曲してるみたいな。すごい天才なんですね。天才的な人だと思いますねこの人。あ、そうなんだ。だからもっと平和な時代だったらもしかしたらクラシックで成功した可能性もありますね。なるほどね、なるほどなるほど。ちなみにこの軍歌ってどのぐらいのペースで量産されていく、はい、多い時は月6曲ぐらい作って。月6曲、うん、ノルマがあるんですよやっぱり、毎月いくらか作らなきゃいけないみたいなものがあったりするので、だからまあ、ほとんど外れるんですけど。さっきのね、あんまり売れなかったみたいなもんね。そうですね。うん、だから、まあ、有名なのだと、露営の歌、暁に祈る若鷲の歌っていうのが、まあ、これが三大軍歌だと思いますけども、まあ、それは一部の曲で、数十万売れるような曲ですね。残りは結構外れたりするものもあるんですか、普通のポップミュージックと同じように。あ、そうです、そうです。以前ね、その、軍歌の特集、はい、前の番組でしていただいた時も、はいはい、普通にディスられたりしてるんでね、こんな。そうですね。当時の音楽雑誌にレコードレビューっていうのが載っていて、なんだこの曲はみたいな、このダサくやめろみたいな、資源の無駄遣いとか。結構、だから軍歌だから全部応援されるわけじゃなくて、やっぱり当時のポップスが戦時色をついたっていうのがやっぱり軍歌っていうものであって、うんうん、だ本人としては結構その延長線上なんですね、戦前の、うんうん、戦前流行歌が今の時代これが流行るから作ってましたと、うん、はい、ただ当時新民謡っていう地方ごとにそういう民謡っていうのを作ってたわけですよね、うんうん、でそれが流行ってたから新民謡を作りますと、はいはい、で戦争になったからじゃあ軍歌作りますとかですね、うんうん、まあ、エログロナンセンスの時代だったらエロ歌謡みたいなの作ったりとか、うんうん、時代にやっぱ合わせて作っていくっていうのは流行歌の作曲家で、うんうん、はい、戸籍もその一人だったということですよね、うん、そして国民全体もそう、当然そういう意識だったわけだからと、ね、そうですね、ただ軍歌だからって言って途端に意識するっていうのは今の我々の発想で当時結構地続きなんですよね、うんうんうん、ということなんですかね、はい、当時の作曲家はどれくらいいたんですか、はい、多かったんですか。そうですね、まあ、数百単位で、つまり
当時レコード産業ってこうできたばっかりなんです、日本には、それ大正末ぐらいから徐々に大きくなっていて、昭和初期になると外資系が侵入してきて、コロンビアもそうですけれどもね、途中から民族資本に変わりますけど、だそうするとこう流行りの今でいうと IT 企業みたいなもので結構どんどん新しいとか参入してくるんですよ、だからサラリーマン辞めて歌手になった人とかいたりとか、あと満鉄って南満州鉄道で当時のトップ企業ですよ、そこを辞めてサラリーマン辞めて歌手になった人、庄司太郎って人ですけれども、そういう人がいたりとか、結構いろんな人が次々に入ってくる、ちょっとそういってみてごちゃごちゃして面白い世界だったわけですよね、若いジャンルだったわけだ。で逆に言うと競争激しいので、戦争になったらもう軍が作らないと潰れちゃうから、そういうことか、そういう圧もありますね。なるほどね。でもそんな中で本当に覇王と呼ばれるところまで勝ち残ったやっぱ小関さんっていうのはすげえ。そうですね。だから同時代で小賀正雄とか有名な服部良一とかいますけど、彼らよりも小関の方が軍化は成功してます。へー。もう一曲ぐらいいきますじゃあ。そうですね。人を決戦の歌、先ほどちょっと名前挙げましたけれども、これちょっと聞いていただきましょう。人を決戦の歌。はい。というなんかもこうね、この歌詞はちなみに西条八十が作詞してるんですけど、この西条八十曰くこの歌詞は軍の軍人に無理やりつけられて俺は作ってないっていう主張をしてます。地獄へ逆落としとかもうね、やけくそ二三つ任さとか俺は絶対書いてないって、そうとにかくやけくそかっていう、もう負けかけて負け直前ですから ね、なんかもうすごいですね、から元気感がある。そうですね、曲もだからもはや暗い曲とか言ってなくてもう行くぞみたいな雰囲気なわけですよね、なるほど、という人を決戦の歌、を聞いただきました。で、軍歌という意味ではですね、その類するものだと思います。戦後もそれに類するものも実は、そうですね、実はこう鎮魂歌系の曲も作ってるんですけれども、自衛隊の歌も実は大量に作っていて、陸上も作るし海も作るし、しかも何曲もあるんですけれども、その中で一番、ある意味代表的なのが海上自衛隊の大歌、タイの歌ですね、全体の歌で、海を行くっていう曲があるんですけれども、実はこれは古関がかなり海上自衛隊の前身の警備隊っていう時代に作っているものがありまして、ちょっとこれを聞いていただきましょう。海上自衛隊の大歌で海を行く。そうですね、この実は歌詞が一回変わっていて、できた当初は男と生まれ海を行くって歌詞だったんですよ。つまり男だけだったので、でもその後結局女性の自衛官も増えてきたので、この歌詞だと良くないってことになって、0年代ですね、2000年代になって歌詞を改訂してるんですけれども、その時メロディーも変えるって話が実はあったんですよ。でも結構隊員の中からこの古関の曲がいいと、やっぱり愛着があるので、メロディーだけは変えないでくれって話があって、最終的に歌詞だけ変えたっていうのがこの曲です。どう変わったんですかそこは。明け空なんとか海を行くかな、だから男と生まれを消したんですよ。つまり女性でも歌えるようにしたっていうことですね。いやでもその、ね、戦後そのやっぱ軍歌を作り続けたことに関して、ある程度その
反省の意というかな、はいはい、後悔もあったからこそ鎮魂的な歌も作っていたでしょうけども、なんかある種こう連続性を感じさせるような曲作るっていうのはどういう心境だったのかなと思って。そうですね、まあ、本人は軍歌作ったことに関してはじくじたる思いがやっぱりあって、まあ、自分の曲聴いてねみんな亡くなっちゃったことに関しては反省の弁をやっぱり述べてます、うんうん、ですから戦後長崎の鐘とか、うんうん、そういうあるいは姫百合の塔、これ映画の歌ですけれども、うんうん、はい、そういうあの鎮魂歌というか、まあ、そういうちょっと戦争から距離のある歌も、うん、一方では実は作ってるんですけれども、うんうん、やっぱり自衛隊の歌も作る、やっぱり頼まれたらやるっていうところが あと得意得意そうなんですよ、こう盛り上がる曲ってやっぱね、うん、戸籍なんですよ、うん、で戦後の日本も結構ある意味すごい右肩上がりなわけですよ、うん、経済的にしても、うん、でいろんな人口も増えるし、うん、人口が増えると組織もいっぱいできるわけですよ、うん、会社もそう、学校もそうですよね。そうするとやっぱりこれからこう前に向かって進むぞっていう時代に、うん、戸籍のこういう、こう明るい曲っていいんですよね。なるほどね、うん、そうかそうか、そうか、さらに前向きな時代だからこそこう音楽をこう欲するこう精神が働くじゃないですけども、そうですね、うん、でしかもみんな戸籍の曲知ってるわけですね、戦時中みんな歌ってたから、うんうん、であの戸籍だと、で野球も当時すごい人気のスポーツですよね、うん、だからそのスポーツとそのまあ軍歌2つ作ってるあの戸籍にうちの会社もであの社歌作るんだったら頼みたいっていう意識が働くわけですよ、うんうん、学校作ったらこの校歌を作りたいと、うんうん、でまあ、自衛隊の中でも、まあ、あのそういうのがあってですね、戸籍のにぜひ頼もうと、で自衛隊も戸籍も最初はねちょっと戦前作りすぎだしなみたいなことあったみたいなんですけど、すごい熱心に頼まれてやっぱり作る。なるほど。でやっぱ得意って、ね、作ってみたら得意で、そして今に至るまで定着されちゃうっていうのね。あとやっぱその高度経済成長ねっていうのも一つのそのさあの企業戦士なんてことがあったぐらいで、そうですね、やっぱり一つのまあ戦争というか、はいはい、ね、軍隊的な組織の問題だし、学校も軍隊的な組織ベースになってるし、そうですね、やっぱ相性いいんですね、残念ながら。そうなんですよね、うんうん、だ先ほどあの奥さんの金子さんが株取引したって話をしましたけれども、奥さんはですね実は山一証券で取引してて、ほうほう、で山一でそう、うん、私はなんか昭和二十何年に山一に入社したっていうぐらい山一にずっとハマってて、平日なんかほとんどずっと山一証券の渋谷支店かなんかに灯ってたらしくて、うんうんうん、でなんか息子さんと言って、息子はその目の前の映画館でお前映画見とけと、うんうん、私はずっと取引してるぞみたいな話を聞いてですね、うんうんうん、で実は山一の社会を戸籍作ってます。じゃあちょっとそのまあね、後ほども通じるかもしれないけど、はいはい、まあ、その昭和と、はい、あとその経済成長のその終焉みたいなのと、本当、はい、なんかちょっとこうシンクロしちゃってるっていうか、そうです、だから本人はあんまりそういう問題しかなかったんでしょうけども、結果的に見るとこんな時代にぴったり致してる人いないんですよね、うんうんうん、で昭和史ってこう、まあ、今ねいろんな本が出てて、なかなかこう一冊でこれっていうのはなかなかないので、うんうんうん、逆に勉強するとき大変なわけですけれども、戸籍、うんうん、の人生見ると実は昭和史のこうそれこそまるっとね、うんうんうん、理解できちゃうところが実はあります、ね、戦後のぐいぐいまで含めてね。そうですね、またこの奥さんのさ、金子さんのさ、はいはい、これあのね、今回のオビーの写真も載ってますけど、はいはい、まあ確かに強そう。そうなんですよね、リッとされてますね。戸籍さんの旦那さんの方は結構ね、あのこう細いんですよ、線が細い感じで、年を取ってくるときにどんどん痩せていくわけですよ。結構ね、ところがもうあの奥さんのは結構どんどんこう、うん、大きくなってきて、パワフルな感じになっていくわけですね。しくなる、強そうこの方は。はい、さあということで、じゃあ軍歌パートこんぐらいにして、はい、じゃあ戦後どうなっていったかもね、伺っていきましょうかね、はいはい、ちょっとその前に速報をお伝えしたいと思います。東京都の新型コロナウイルスの感染者が急増したことを受けて、小池都知事は先ほどから緊急記者会見を開いています。新型コロナウイルスの感染爆発の重大局面だと述べ、今週末の不要不急の外出自粛を都民に要請しました。また平日はできるだけ自宅で仕事を行い、夜間も外出を控えるように求めました。東京都では新たに41人の感染が確認されたと発表しました。41人の感染が確認されたということです。また外務省からもこのような自粛が求められました。外務省は世界全体に対する危険情報をレベル2に引き上げ、不要不急の渡航自粛を求める方針を決めたということです。以上速報をお伝えしました。はい、というね、もうなんか昭和史の流れとこう現在の我々のね、ちょっと想像もしなかったこの感じとで、確かに激動っていう時代にもしかしたらなってるのかもしれないですね。後からね、振り返ったらまたね、すごい時代だったなってことに、ね、なるんじゃないかという、そうですね、タイミングですね。じゃあその時またね、辻田さんにお話を伺ったなというのも記憶セットでございます。戸籍ね、感染症といえばね、戸籍の時代なんて戸籍めっちゃ感染症かかってるんですけど、つまりあのなんかね、つまり戦時中に南方慰問とか行くので、結構東南アジアとか行くと、はいはい、あの熱帯病みたいにかかるんですよ、はいはい、で奥さんもかかって結構死の淵をさまよったりとかしていて、まあ、だからあの時代はやっぱりそういうのがあったわけですよね。で戸籍はデング熱だとか、ね、デング熱とアメーバ赤痢だとか、なんかいろいろ、なんか本当に私もいろいろ調べました、なんかこう、うんうん、どういうのかかってたんだと、お、結構かかってんだみたいな、ね、やっぱり戦地に行くとやっぱかかるんですね。はい、なるほど、なるほど。
はい、ということで、はい、引き続きいきましょうかね。はい、はい、では3つ目のパートに参りましょう。大衆音楽のよろずやとしての顔。さあ、ということで、まあ、戦後になりましたと、戦後にそのまあ要は軍家のね、あの覇王とまで言われちゃって、結構場合によっては人によってはすごくこう戦後なんかね指さされちゃって、そうですね、活動しづらくなっちゃったりとかありそうなもんですけど、小関さんはどうシフトしてたんですか。小関ももうああいう柔らかい曲を作れないからもうダメだと終わりだみたいなこと結構言われてたんですけれども、うんうん、実は本人はまあ、戦後すぐレコード会社が復興してないので、うん、ラジオでまあ仕事するんですよね、はい、まあ、NHK で、うん、でそこで菊田一夫っていう有名な劇作家と一緒になってラジオドラマを始めるわけです、うん、ですから当時今で言うとだからテレビのだからまあ朝ドラの周りに祖先みたいなものがあるわけですけれども、はいはい、それがすごくヒットして、うん、まあ、それで大衆文化のまあいろんな曲をつけてくれる人として、まあ、華麗に転身したっていう感じです。すごいなんかセンスというか才能というかアンテナがやっぱりすごい人なんですね。そうなんですよね。だから元々やっぱクラシックやってたのすごい大きくて勉強熱心でいろんな勉強しなきゃいけない意識があるので、うんうんうん、レパートリー多いんですよ。なるほど。だから勇ましい曲も作れるし、うん、逆に明るい曲、楽しい曲、悲しい曲、何でも作れますよって人、うんうんうん、学歴が分かってるから自分の好みとは別に作れちゃうわけですよね。そうなんですよね。でしかも戦時中は結構戦時中も先ほど英国東洋艦隊壊滅でねリスナーの人からメールありましたけれども、うんうん、あれはマレー沖海戦って太平洋戦争が起きてすぐの時に、うん、まあ、イギリスの船を沈めましたと、うん、でラジオで台本発表するとその3時間後ぐらいに NHK がそういう曲つく流したいって言い始めたんです、うんうん、で3時間後に作ってくれっていう無茶ぶりが来るわけですよ、ね、なんという。で小関はそれやっちゃったわけですよ、うんうん、で実はこういう仕事いっぱいやってて海戦の時に宣戦布告って曲作ったりとか、へえ、もうなんかニュース BGM、 そうなんですよ、報道 BGM 作家、はい、それで鍛えられてるんですよ、うんうん、だからパッと作れるわけですよ。なるほど、状況に応じたようなやつが、ね、そうなんですよね。だからラジオドラマとかも当時生放送なのでどうやらなんかそう喋りながら後ろでなんか演奏してるわけですよ、で小関は実はピアノハモンドオルガンを弾いて、うんうんうん、曲を合わせたりとか、うんうん、で菊田って人がなかなか台本書かないわけですよ、うんうん、ほんで遅い、はい、でなんか目の前で書いてたりするわけです。で渡された瞬間即なんかこう読み上げたりとかしててフリースタイルドラマめちゃぶりが始まってでそれを横で見ながらなんとか曲をその場で作曲して弾くわけですよ。すごい。だからそういうことができる人だったわけです。へえ。勝手な豪快なそのなんかイメージもちょっと昭和のイメージにこうちょっとマッチするような。そうです、よくやったなと思います。すごいな。でもやっぱ世の中がねそのなんかこう新しいジャンルとかもメディアがぐにゃぐにゃしてる状態だからこそなんかねこういうこう柔軟な人が対応できるっていうのはね。だからまあ5000曲作ってる人だからやっぱりこういろいろ作れるわけですよね、ですごいそういった意味で重宝されたわけです、うんうん、だからもう映画も曲も作ってますし、ラジオドラマもそう、あと、ミュージカルとかも作っていたりとか、うん、何でもやってます。アニメのソングも作ってますし、アニメ何を決断っていう太平洋戦争テーマにした曲があって、あとドカベンのなんかの挿入歌も作ってますね。まあ、そうです。だからね、あらゆるところに、だ今ほど今ちょっと流れてたモスラの歌、うんうん、もう有名な一曲ですよね。モスラや、そうです。でこれは先ほどちょっと言ったように、東南アジア行った時に学習したのがまあ。生かされてるでもそれすごいですよね。そのなんとなくやってるんじゃなくて、はい、ちゃんと民族学的リサーチしてってことですもんね。そうなんですよね。だ東南アジア の, その南方の慰問も結構遊びに行ってるような人もいるんですよね、うんうん、芸能人の中に、はい、やったら旅行できるぞみたいな、小関は結構真面目で地元行ったらちゃんと楽譜採集してるんですよ。研究してるんだ。そっかそっか。だから福島の記念館に当時メモしたやつが残ってますよ、楽譜採集したやつ。あれだから東南アジア研究してる人とか、音楽研究してる人すごい貴重な資料だと思いますよ。なるほど。当時レコードとかそんな録音してないはずなの、うん、確かに。しかもその、ね、自分でも楽器弾かずに楽譜直接かけちゃうような人だから、はいはい、もう当然耳で聞いて採布できちゃう。正確なやつだと思いますからね、うんうん、すごいな。で戦後だとねいくつかあるのでちょっとそうですね、ラジオドラマの中に君の名って実は曲、まあ、ものがあって、君の名っていうと今だとなんかアニメっていうイメージ、今となってはねすごいもうひっくり返しちゃったけど元はね、そうです、元は君の名、こっちのオリジナルが実はこっちのオリジナルというか、まあ、元この君の名ってタイトル自体はこれが最初で、はい、戦争でこうすれ違っちゃった恋人同士が、はい、っていうことですね。なかなかこうすれ違って出会えずみたいな、そういうなんかこう昼ドラみたい、昼のなんかメロドラマみたいな、それがこう君の名っていう、まあ、元がラジオドラマでその後映画にもなるものなんですけれども、この主題歌っていうのも実は小関が作曲しているので、じゃあこれをちょっと聞いていただきましょう。はい、君の名は。君の名は
君の名は主題歌を聴いていただいております。そうですね、これ映画化された時は3部作だったわけですけれども、そのうちの確か、1954年に公開されたものって興行成績1位なんですよね、だからその年ってあの要するに真の侍とか、はい、ゴジラの年なんですよ、あとあのローマの休日もこの年公開されてるらしくて、それ全部凌駕してるのは実はこれなんですよ、ね、まさに国民的、ね、国民的ヒット作君の名も DVD プレゼントってね、前の番組でね、はいはい、ただし白黒の実写版ですっていうねそれがそれがこれです、そまさにこれですね。私もこれ見ましたよ、だからあの全部あのこういう絵本に書くのでどういう作品かなと思ったら、めっちゃすれ違いまくるんですよ、ひたすらだから要するに男女が本当はこう、ね、くっつきたいのに、もうなんか片方が北海道にいてもう片方が東京にいると、で会いに行くために行ったら両方今度逆に移動しちゃうんですよ。じゃ電報打てようと思うんですよ、イライラすんなって。ラジオドラマとしてはいいと思うんですよ、15分で切れてはいはい、はい、次も見てほしいからそういうじらすのがいいんですけど、はいはいね、でも映画でやられるとどんだけすれ違うんだみたいな電話しろみたいな。でもね、マチコマキコとかがね、あ、そうですね、あの、はい、映画でやったあのストールをこう頭に、あれ単に北海道エロ界の時寒かったので頭に巻いてただけらしい。あ、そうなんだ元は。でそれがでもあの映画ですごい流行ったからみんな真似したわけですよ、頭にこうストールを巻いて、それがマチコ、あの宇治家マチコっていうのがその女性のヒロインの名前なんですけれども、それがまあ流行ったっていうことですね、この映画を。岸恵子さんがやるとさすがにかっこいいというか、ね、そうですね、はい、ということで、まあ戦後のね、もうちょっとじゃあ戦後もの聞きましょうかなんか、ね、そうですね、先ほどあの軍艦の時に鎮魂歌も作ってるっていうことをお話したので、せっかくであの長崎の鐘、これも有名な曲ですけれども、はい、これもちょっとじゃあ聞いていただきましょうか。とも切なさよ、うねりの波の人の世に儚く生きるのの花よ、慰め励まし長ということで、まあ、戦後はこういう鎮魂歌も作ってます。そうですね、これあの藤山一郎国民栄誉賞を取った、あの彼が歌ってますね、で藤山一郎って東京音楽学校出た正統派のクラシック系の歌手なんですよ、だ小関はこういう人大好き、ちゃんと歌ってくれる、あのだからクラシック好きだから、でちゃんと歌ってくれる、で当時結構ね流行歌の歌手って勝手に自分風にアレンジして歌ったりする人、つまり楽譜を無視する人とかそんなこといいんですか。だからもうつまり自分が歌うから売れるんだみたいなのあるわけですよね。 あとこっちの方が大衆に受けるんだっていう気持ちもあったりとかするので、勝手にでそれで売れたりするので、メロ変えちゃうんですか。まあ多少ですけれどもね、でもあの藤山はちゃんと歌ってくれると、だから小関はこういう人がすごい良かった。ああいう We Are the World のボブ・ディランのアレンジみたいなそういうことをそういうことがねやられちゃう、でちなみに藤山一郎この時なんかねかすごい高熱だったらしいんですけどね、でもなんかあのいいあのちゃんと吹き込みしてくれたんでそのまま号が出て、これが確かその音だったと思いますけどね、そんな細かいエピソードがちゃんと残ってるんだな。あの古籍が結構ねそういうのを書いてるので記録で、そういうの集めていくとこう結構いろんな人の人物模様が見えてきたり、割とそういう、こう記録まめな方なんですね。まあ、あのその古籍有事記念館にいろんなあのメモみたいな、記録が残ってたりとか、あと自伝を作るときにあの編集プロダクションが聞き取りの、あのテープを取ってたりするんですよね。だからあとはまあ同時代の人、まあ、これだけいろんな人と関わってるので、いろんな人が証言しているので、まあ、結構それこそさっきのね菊田一夫なんてあの忙しすぎてもヒロポンで無理やり起きてたとか、ね、当時合法の時代ですよ昔は、はい、だから放送局でスタジオの中で打ってたとかね、そんな記録も残ってます、ということでじゃあ戦後ものもう一個ぐらい聞きましょうか。そうですね、じゃあせっかくのでモンスターにしましょうか、ね、やっぱりね、超キャッチ一番あれじゃない、今の若い世代も、っていうところで言えば間違いなく、じゃあモンスターの歌です。はい、
ランバムヤンランダバングラダントンジュカラカサクヤンモスラヤモスラドンガンカサクヤンインドムルストウィラドハンバハンバムヤンランダバングラダンはい、モスラの歌聞いていただきました、はい。まあ、モスラはね、まあ、リメイクとかもされてるし比較的、まあ、伝わってるってなると思うけど特撮ファンはずっといるし、はい、日比さんが、はい、モスラの歌をよく歌ってましたっていうのが、はい、ちょっとそれはさすがにおかしくないかって言われてるんですよあの父がその特撮だったらのフィギュアが大好きで、はい、モスラのフィギュアで何かよく分からずに、まあ、遊んでたんです弟と小さい頃、はい、でこれ何って言ったらこういうのがあってねって言ってそのモスラの映像を見て、うん、でそのこの歌内容は正直全く覚えてないんですけど、はいはい、このモスラーやってこれがもうどうしても耳からもう離れなくて、うん、なるほどなるほど、もうずっとこれをエンドレスでここのフレーズだけエンドレスずっと歌ってたっていう記憶があるんですよ、ね。でもそういうのを染み込ませるのはまさにこういう作曲家としてはなんかねあのやりたかったことだから戸籍メロディーはねここまで遺伝子来ちゃってるわけですよ。そうなんですよ。ちょっとなんか変わった感じ、それこそ異国な感じっていうのがやっぱ癖になるっていう、やっぱり東南アジアで勉強した成果だと思うんですよね、うん。これはなんかインファント島とか、なんか太平洋の島ってことになってたと思いますけれども、あの多分なんかそういうビルマとか戸籍は行ってたんでシンガポールとか、あと仏印、うんうん、今 の, あのベトナムのあたりですよね、はい。ああいう時のその勉強の成果っていうのがこういうところに反映されてるんだなと。ちょっと謎の言語で歌われてますけど、じゃあそういうミックス、どうやらインドネシア語らしくて、うんうん、あの歌詞を日本語で作ったのをなんか日本に留学してたインドネシア人の学生かなんかに翻訳してもらって、それをカタカナにしたものっていうことみたいですね。なるほどね。で当時 の, その、まあ、双子のデュオだったあのザ・ピーナッツっていうのが歌って、映画にもこの二人出てきますけど ね, そうですね。すごい小さくしてね、あれなんか、うん、ね。でもあのハリウッドリメイク、キングオブモンスターズとかでもね、モスラは、まあ、出てくるわけだから、そういう意味ではね。で、そのね、あのピーナッツ、あの女の子二人のやつも伝説としてみたいな、だから多分触り合ったよね、確かね。だからちょっとなんか、これは伝わってる感じなのかな。そうですね。だからまあ、多分これほとんど戸籍だって認識してないようにぐらい広まってると思う。本当に同じ人だっていうのを実は今日知りました。そうですよね。オリンピックの歌作った曲。戸籍ってそれが多いんですよ。曲は知ってるんだけど、これとこれが繋がってて同じ人とはみたいな驚きがある人ですよね。はい。ということで、まあ、俯瞰してみることにね、本当にダイナミックさというかね、歌い込みがある、戸籍裕二さん、を、まあ、3つのポイントに絞ってちょっと駆け足で伺ってきましたが、はい、最後に改めて、戸籍裕二という作曲家を辻田さんなりにまとめるとどんな感じになるでしょうか。そうですね。まあ、すごい多様な人ではあるんですけれども、うん、ある種ねじれを抱えた人だと思うんですよね。うん、まあ、一つは先ほど言ったクラシックをやりたかったんだけれども、まあ、実際はそういう商業音楽をやっていたと。うんうん、でも、その振れ幅があったおかげで逆にいろんな曲が作れたっていう一つ目のねじれっていうのがあると思うんです。うんうんうん、でもう一つ挙げるとすると、ある意味ノンポリっていうか、ね、本人は思想ないわけですよ、ええ、ほとんど、うん、でだからこそ逆に何でも作れちゃうっていう、うんうん、普通なんか思想があるからああいう作品作ると思うわけです、はい、文化とかなんだとか、うんうんうん、でも実は本人が何もないって言ってるかもしれませんが、うんうん、はいはい、あんまりやっぱりそういう俗な、ね、話にあんまり興味ない、うん、奥さんの株取引も一切口を出さない、うんうんうん、そういう人だったんですけれども、逆にだからこそ何でも作れたっていう、まあ、これももう一つねじれだと思うんですけれども、うん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 、それが、まあ、この二つのねじれが彼の多作そして多様な音楽っていうのを、うん、まあ、形成できたのかなと思いますね、うんうんうん、しかもそのスタンスっていうのが、まあ、昭和という時代そのものをちょっと象徴するようでもあるという、そうですね。だから振れ幅すごいわけですよ、うん、帝国主義でもう戦争の時代からいきなり平和主義になるわけですよ、うんうん、戦力不保持とか言い始めるわけですよね、うんうん、あるいは一方ですごい国粋主義っていうのかな、うん、日本がいいんだっていう話から国際協調だって言い始める、うんうんうん、あるいはまあ戦中はメッシ方向ですよね、うんうん、私を殺して公に就くと、はい、ところが戦後は個人主義だったりすると、うんうん、すごい振れ幅してどうなってるんだと思うんですけれども、うんうんうん、戸籍って人は逆に、まあ、あんまりこだわりがないからこそどっちでも対応できちゃうっていうことが大きいのかな、うん、つまり昭和史のまあ写し鏡っていうことですよね、うんうんうん、しかもそのでも全然違う、要するに正反対に触れたように見えて、はい、やっぱりイケイケどんどんっていうか、はいはい、っていう意味では同じですもんね。そうですね。やっぱり昭和史が日本の中ですごい特殊な時代で、まあ、この本の中では黄金時代って言い方をしましたけれども、これは必ずしも肯定的な意味ではなくて、うんうん、一番暴れ回ってたってことですよ、はいはい、調子こいてた。調子こいてた。まあ、すごい、適切な表現だと思いますけど、だからイギリスで言うとビクトリア朝とかね、モンゴルで言うとチンギスハンの頃みたいな、やらかしてる時代なんですよ。いろんな表現をしますけどね。そういう時代だからこそ、逆にもうイケイケなんですよ。うんうんうん、もう戦争して負けた、ああ、でももう一回経済成長でいくぞみたいな感じになってて、うんうんうん、そういう右
肩上がりの調子乗ってる時代には、うん、まあ、こういう戸籍みたいな人がぴったり一致したっていうところはあるのかなと思いますね、うんうん、そしてそのね先ほどの奥さんが山一証券に入り浸ってとかっていうのと、はいはい、いろんな終焉とかもうなんかシンクロしすぎちゃってて、はいはい、そうですね、なんてこうだから奥さんが株持ってる会社の社会を小杉が作ってるわけですよ、ええええ、どこまで連絡し合ってたか分かりませんよ、さすがに小杉は、ね、は全く多分興味ない、株に全く興味ないらしくて、奥さんがひたすら印税をこう株式市場に投入してたらしいんですけどうん、うん、どれぐらいそれも勝ってたかよく分からないんですけどね、うんうんうん、本人は勝ってたって言ってますけれども、うんうん、ただその経済成長してたって意味では2人とも同じ波に乗ってたわけですよね、うんうん、宝塚、はい、これね、このあたりがどの程度ねそのドラマの方にねそのベースとして生かされるのかも含めてすごい興味深かったです。ということであっという間4時間来てしまいました、辻田正則さんの新刊古関裕二の昭和史、国民を背負った作曲家は現在文春新書より税別950円で発売中です。今日のさらに細かくね突っ込んだこと書いてありますので、ありがとうございます、ぜひ読んでください。その他辻田さんお知らせ事などは、そうですね、ちょっとね今イベントとかが難しい、ね、時代ではあるんですが、うん、放送ではですね4月の8日とあと4月の27日、うん、この両日に言論カフェから放送、生放送ですね、うんうん、ネット中継で、まあ、有料なんですけれども、そういう中継番組をやる予定ですね。はい、うん、ということでございます。はい、はい、ということで、以上、なんでもありの昭和の大作曲家、古関裕二の足跡をたどると、昭和がまるっと分かってしまう特集でした。辻田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあということで来週、番組3年目突入、4月1日水曜日の番組内容をご紹介いたしましょう、はいはい、6時台のカルチャートークのゲストは映画ライター船山明さん、久々に、おすすめの劇場未公開映画を紹介していただきます、はい、ミュージックゾーンライブ&ダイレクトは門松俊樹公認 DJ のレディー K さんによる門松俊樹ミックス、はい、そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは小演劇場界の異端、演劇集団キャラメルボックスとは何だったのか特集 by 沢田大樹記者、はい、キャラメルボックス、はい、この劇団はですね俳優上川隆也さんが所属していた、うん、劇団なんですけれども、実は去年突然の活動休止が発表されたんです、はい、まあ、ただ先週お伝えしたバリアフリー演劇などにもいち早く取り組んだり、まあ、評価されなかった人気劇団ではあったんですが、一体どんな存在だったのか沢田記者、そして私も実は高校時代に何度も何度もお世話になった劇団なんです、うん、沢田記者をもとにですね特集でお伝えしたいと思います、はい、勉強させていただきます、はい。